はい、というわけで告知の時間です。夜中に笛吹くと、口笛吹くと蛇が来るぞ、スネークマンショーだけど、昼です。そうだね。うん、青空ででしょ。だから蛇は来ない。来ない、はい、蛇に来てもらったら困る。うん、というわけで、なんかもう中途半端な時間なので、はい、告知を先にしちゃおうと思います。ですです。マネージャーさんが帰るって言うんで。そうです。先日大阪で開催されました声優朗読劇フォアレーゼンですが、皆さんありがとうございました。なんと次回12月9日日曜日に宮城県でもやります。会場は日立システムズホール仙台コンサートホールだそうです。チケットは一般発売中でございます、はい、なので、12月9日仙台で待ってます。フォアレーゼンで検索してください。よろしくお願いします。それから今週末のアニメイトガールズフェスティバル2018、先週僕だいぶ荒ぶりましたけれども、そうなんだ、はい、参加の詳細がですねホームページにアップされました。おおきつかで検索していただいてページ飛んでください、はい、あとグッズの写真とかも出ました、うん、はい、金額3000円以上お買い上げで抽選券ゲットだそうです。なるほど、はい、いろいろ決まりました。いろいろ決まったんですね、はいはい、10日に来て抽選、11日も抽選します。でなんか人が来なかったら外れた人から先着順で入れるみたいです。詳しくはホームページを、うん、やっとできたホームページを見てください。そして吹き替え紹介、はい、今回新しく紹介するのは映画オンリーザブレイブというですね、うん、山火事と戦う消防士たちのお話で、私吹き替えております。ブルーレイの DVD が発売になりまして、ブレンダン・マクドーナウ役で出演しております。めぐみの大悟、そう、ういやもうすごい山火事のレベルがね半端ねえです。急に燃え出す山が、もうどうやったらどうやったら消えるんだっつって、こう火に火をぶつけて消すみたいな。ああ、それあの、うん、めぐみの大悟でもあった。もうすごいすごいですよ、映像が、ね、爆発させて逆にみたいな、燃えてる、うん、そうそういうなんかもうなんか実話を元にしたお話らしいので、ぜひとも見てください、はい、結構喋ってますねこれ。後ろの森が燃えないように気をつけてください、ね、気をつけましょう。はい、火の用心、乾燥してきましたから。そんなもんですね、はい、あ、終わり。まあ、あとはいつものやつです、はい、いつも通り、いつものやつです、はい、そうですね、うん、はい、風が強く吹いているわ今日も23時半、あ、もう今日じゃないですか。曜日間違えましたね、昨日でした、はいはい、昨日ですね、はいはい、箱根駅伝、箱根駅伝のやつもね、はい、ぜひ見てください。了解です。なかなか評判よろしいようでありがとうございます。さあやろうかな。あネガティブパワー、いって爪にネガティブパワーがいって、白くなんないですね。ああ、なんか今ので、今のうちにあれか、そう、なんか小木さんに指示してもらえば、なんか言っちゃいけないこと言われたんだ。爆音ナウ博士、やべえ、しまった、遅かったっすね、ちがきです。テステスさあ、言っちゃいけないこと言わせることができたのに。スルメイカ被ってるって言われてるぜ。スケベエルフの森とか言えたかの、言えたのに。スケベエルフの森の小説版が発売だ。本当かよ。皆さんぜひお買い求めください。関係ないんですよね、しかもね。おお、なんか言いましたか、僕今。なるほど。ネガティブアワー中だから分かんないか、何言ってっか。なるほどね。詳しいって言われたけど。俺はもうだってね、はい、うん、イラスト集の帯書いたもん。そうですよ、スケベエルフの森、うん、これからも応援していきたいと思います。応援だけすんのね、出演はしないから。出演はしないです、うん、応援だけすんの、応援していきたいと思います。そうそうそう、うん、はい、はい、ウェブ小説も連載中だそうで、うん、ネガティブスケベって言われた。ネガティブスケベ、ネガスケベ、ネガティブかな、スケベポジティブなんだけど、どっちかどちらかというとそうだね、スケベはそうだよ、ポジティブだよ、ポジティブスケベ、うん、ですね、そうね、はい、抱き枕カバーの、うん、2枚セットも売ってるみたいなんで、はい、詳しくは、うん、あの抱き枕誰かに聞いてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。カンワーカーでよろしくお願いします。はい、関係ないでしょ。怒られるよこんなん。何が、むしろスケベエルフのとこからは喜ばれるよ。そうですね。これからも頑張ってください。応援します。はい、はいはい、NGC からの告知もするの、一応とりあえずしといた方がいいんじゃないですか。あ、じゃあ寝てる人いたし。あ、いや、そうね、確かにね、うんうん、じゃあ NGC からの告知、
はい、明日、うん、はい、コナンアウトキャスト生放送、うん、またですね、皆さんと一緒に冒険に出ます。おいコナン、はい、めちゃねえな、はい、もうこう、そうですね、今週は新しいというか、あれです、延長したりはする予定ではないです。また12時ぐらいまでやるんでしょうけどもね、はい、うん、いつも通り3時間ぐらいやります。よろしくお願いいたしま す、はい、そしてもう1点、はい、ヒラピー誕生日おめでとうございます。ヒラピーいないけど、ハッピーバースデーいないけど、で今週来ないけど、はい、おめでとうございます、ヒラピーがもうすぐ40代になるよっていうところでね、はい、うん、です、うん、今後もあの出ますか、大丈夫ですよ、うん、ヒラピーは、ヒラピーは、はい、ヒラピーはですです、来年もよろしくお願いします。まだまだ LVR で頑張ってください。そうね、それやってないからね、ヒラピーの最近ね、新しいのなんかやらせなきゃ、うん、はいです、ありがとうございます。あとなんかあるっけ、なんかあるっけ、ありません、はい、じゃあやりましょう。お、土日にあれです、うん、VR 生放送の再放送があります。ほう、あれ小木さんは出ないんだっけ、ラーメンとサージョンどちらがのみさん、あ、どっちものみさんか、のみさんスペシャル、はい、日曜日はついにですね、やってまいりました、うん、サージョンシミュレーターのみさんがサイコドクターと呼ばれるゆえになった、あの伝説の、記念すべき、はい、記念すべき電話で殴るやつ。それそれ、電話で殴るやつ、それです、それです、はい、難しい、伝説のあの放送の再放送が日曜日にありますので、うん、ぜひ見てください、よろしくお願いします。はい、以上です。それでは、さよなら、さよなら、さよならじゃない、さよならじゃない、違うの、まだ今日はやるで、やるのね、まだ11時半だよ。いつもだったら終わりの時間だけどね、いつもだったら終わり、いつものすげえ遊んだ気がするんだけど、やっぱりね、やっぱね、うん、すぐゲーム画面2分以内にゲーム画面入ったらいいわ。ああ、それがいいわ、本当、明日もそうするわ。お、うん、じゃあいっぱい遊んでいこうかね、はい、よし、うん、じゃあやるか、やろう、やるか、はい、ポーズしてあります。もうみんな帰ってきた、帰ってきたかな、ありがとうね、帰って、もう30分超えたからさすがに帰ってきて、あとは寝ちゃった人たちだから、 OK、 はい、行くぜ、はい、まあ、何時までやるかは小木さんとストーリー次第、そうですね、です、今日は、もし小木さんが本当にもうやりたくしようがないってなったら4時とかまでやってるかもしれないけど、さすがに4時多分体力がなくなる、4時4時あと4時間半ありますから、おお、遊び放題だね、多分ね、80% ぐらいまで行くんじゃない、そんなに、そんなに行くの、メインストーリーだけだったらね、これを何時間ぐらいでクリアできるもんなの、そんなにないです、実は、そうなの、20とか25時間でメインストーリーだけでクリアできるゲームなので、うん、おお、そうそう、メインストーリーだけ追った場合は実は、うん、そうそう、ボリューム的には、そうね、ストーリーのボリュームっていう意味では、まあでも DLC があったりとかもするし、うん、あとはサブ系がとにかくいっぱいあるから、ね、サブ系っていうか、うん、そう、なんかこの間ケンユさんに言われたんですよ、うん、スパイダーマンってさ、うん、何時間ぐらい遊べるもんなんだ、ケンユさんやってるんですか、もういや、それは内緒だけど。そうね、え、なんかお子さんと遊んでて、うん、あー、そうかそうかそうか、うん、そうそうそう、うんうん、12時間とか15時間とか20時間とか適当なこと言ってたんですけど、20時間20時間ぐらい、大体平均20時間って言われてます、うん、いや、そんな短いのか、短くないけどね。いやでもだってバイオハザードってさ、うん、メインストーリー全部クリアしても、うん、長くても大体15時間で終わりますからね、あれ、だからストーリーだけだったらそれぐらいですけど、うんうん、そう、もういくらでも遊べるらしいですよ、うん、そう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 、うん、なるほどなっつってますよね、そういうこと、だってスーツ全部さ取ったりとかさしたいじゃん、そうそうね、そりゃそうだよ、うん、それはそうよ、そりゃそうだよ、ですよ、ケンユさんいっぱい遊んでくださいね、うん、です、はい、ケンユさんは見てないだろうけど、はい、です、うん、でもあれだよ、ファミコン大作戦だっけ、昔テレビでファミコンの番組あったじゃないですか、ファミコ大作戦、なんか江戸屋小猫さんが、ああはい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 、はい、あれで、なんだっけ、名前でした、そんな名前なかった、うんうん、あ、なんかで、ナレーションをね、ケンユさんがやってて、あれ、ケンユさんだっけ、ケンユさんホリホリコンビっつって、あ、マジで、やってて、あ、それ俺覚えてなかった、そうそう、もうゲーム番組のナレーションっつったらケンユさんだよ、あー、なるほどね、イメージ、そう、十二ちゃんでやってたやつ、そうそうそう、ゲーム王国とは違う、ファミコンクラブじゃなかった、ファミコンクラブか、
ファミコンクラブかも。ゲームウェブは別、あの、うん、ファミ通さん。そんな新しい、そんななんかね、カタカナじゃなかった。ちょっとダサいぐらいのやつ。ひどい。あれでしょ？子供たちが毎週来るやつでしょ？そう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 、ね、あれ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 、うん、それだよそれ。そう、誰も見てないと思ってナレーションしてたけど、すげえいろんな人が見てんだよ。思ったより見てたの。めっちゃ見てましたよ、つって。そうそう。テレビ番組のゲーム番組ってやっぱり視聴率低いって言われてるんですけど、ゲーム好きは逆に見てる。ちゃんと。見てたよ。そうそう、大竹まことさんのあれ、ただいま PC ランドだっけ。あ、好きだったな。そう、ね、あ、そう。それです、それです。変なもんに手紙書いて送ってくる人が毎週来て、ね、ここに今視聴者はいる、うん、視聴者は大体見てる。うん、なるほどな。年齢層高いから。なるほどな。うん、だから、おきつさんファンっていうので NGC 見に来た人はちょっと見てないかもしれないけど。うん、世代が世代的に。意外と同じ、ね。そうなのかな。あ、分かんない。女性で、昔ってファミコンの時代ってやっぱり、うん、男の子のものなイメージがファミコンってちょっとありませんでした。いやでも PC エンジンとかね。あ、PC エンジンぐらいまでになってくるとちょっと変わってきた。もうみんな男も女もコズミックファンタジーでしょ、だってね。そうか。銀河お嬢様伝説言うな。銀河お嬢様伝説言うなとか。やってたでしょ。マジで。そうだよそうだよ。ベラボーマンとか。あ、ベラボー参上っすよ。ベラボー参上。守備ビンマンは。守備ビンマンは2人プレイできるんですよ。できるの、そうそう。守備ビンマン、守備ビンっつって3ぐらいまでありましたよね。確かそう。確か。あれ3まであったっけ？2は覚えてるけど。2ぐらい、うん、メガドライブ。メガドライブの番組ってなかったよね。番組はないはず、うんうん。テレビでメガドライブを見たことがない気がするな。うん、やべえ、ゲーム始まるね。ソニックブラストマン、懐かしい。懐かしい。まあ、いつか来年とかにね、うん、それこそ沖津さんとか後藤さんで、うんうん、あのレトロゲームのさ、一回やってもいいっすよ。天外魔境2をクリアするまで。それはさ、それさ、50時間かかるって。あれ50時間かかる。天外2しかも。天外2。最悪だな。なんで最悪なの？いや違うよ。あの名作を。それを、あのうちギャラいくら払わなきゃいけない ?50 時間。わかんないけど。何日拘束しなきゃいけないの、沖さんを。5時間を10回。それ、しかもお金出ない案件じゃん。え、80時間かかる？え、マジで？かかる。それはきついな。天外2はね、俺みんなにぜひ遊んでもらいたいんだよな。天外2は、いや面白かったけど、うん、すごい長いの覚えてるよ。鬼が怒ると書いて、キヌ。なるほどー、よう覚えてんな。なるほどって思って、もうムービーシーンのとこでセーブしまくってたもんな。うん、それ本当にやるんだったら、マジで俺、あの、一人絶対センチア入れるよって言うからね。うん聞く頃偉いっつってね。それだったらギャラ出せるかもしれんわ、それ、うん、歌舞伎伝はね、歌舞伎伝はエンカウント率が高すぎるからね、余計時間かかると思うぜ、俺。いや、あ、そうね、歌舞伎伝はそうだね。歌舞伎伝はね、あれもうちょっと敵でなかったら超面白いですよね。別に普通にセンチメンタルグラフィティとかでいいけど。いいね。逆にセンチメンタルグラフィティ俺やったことないんすよ。あ、ないんだ。ないんすよ。あ、ないんだ。そう、ラジオでね、沖塚でね、牧尾さんってプロデューサーがいるんですけどね、うん、そういう人が始まった始まった牧尾さんの話が。センチメタルグラフィティの話にすげえ食いつくんだよ。あ、マジで。うん、へえ。遠距離恋愛ゲームなんですってね、うん、ああ、そう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 、バイトして地方の女の子とデートするっていうゲームらしいんですよ。それそれ、うん、で、遠い子を落とした方がなんかいいみたいな、なんかそんな遊んだことないから。うん、これは相当だな。いや、あの、うん、今あるメーカーさんの、な、うん、くなってるメーカーさんもあるから、うん、あ、そうか、のは別に、あの、お話をすれば多分許可は出るはずだからさ。うわ、そうそうそう。もうギャラの問題だけですよ。天外2な。すげえな。レトロゲーム界はそれこそ、うん、まあ、おきさで、ちなみにな、え、どこまでちゃんとやってました？どこまでちゃんとやってた？あの、ゲーム機としては。どこまで？もうちょっとだけ喋るね。サターン。サターンまで？サターンの途中ぐらいじゃん。ブルーシードぐらいで終わった気がするよ。多分ブルーシードぐらい。マジか。ファイティングバイパーズまでは行かなかった気がする。あ、行かなかったんだ、うん、あ、 PC エンジンはガチ。 PC エンジンはすげえ遊んでる。ああ、ネクロマンサー。いや、遊んでない。あれ、邪聖剣ネクロマンサー最初にローンチで出たやつなのに。タイトルは知ってますけど、僕加藤ちゃん、ケンちゃん、デュオアールを買ったから。あ、そっちなんだ。デュオアールを買ったから。あ、じゃあ CD ロムロムの。もう天外魔境2が遊びたくて遊びたくて。あとコズミックファンタジーで野球拳がしたくてしたくて。違ったっけ、野球拳じゃないか。野球拳はトップを狙い2だな。それ、ビックリマンは、うん、ビックリマンは遊んだね。遊んだけど友達ん家で遊んだだけだな。うん、あー、なるほどね、うん、本当はあれでしょ、なんか動物が戦うゲームでしょ、あのゲーム、ビックリマンは。動物、
そうそうそう、キャラクターをビックリマンのキャラに置き換えてるだけで。ワンダーワールド、そう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 、そうそうそう、ビックリマンはそうだね。ほら、コズミックは全シリーズ家にあるって、うん、マジで。ああ、あるって、すげえ。ドラゴンナイト2でもいいよ。あと、あ、なんか、あ、なんか忘れ、名前忘れちゃったな。レースで、レースですげえ妨害するやつ忘れちゃった。レースですげえ妨害するやつ。マリオカートじゃないやつ。全然、あの、そんな 3D。PC エンジンでレースゲームって僕知らんな。あ、なんだっけ、忘れちゃったな。間違ってるかもね、うん。PC。あ、モンスターランドか。ワンダーワールドじゃねえ、うん。ワンダーボーイ。あの時ナムコ作品は結構すごかったよね。あのベラボーマンもそうだし、あれもそっか、あれもナムコか、うん、あとあれ、あれそれは出てないか、ん、あの、あ、やべ、すげえ名前は出てこない、全然。ガジェイソンのやつ、ジェイソンのやつ、スプラッターハウス、スプラッターハウスか、うん、スプラッターハウス合ってんだっけ、合ってる、うん、ジェイソンじゃないけど本当はね。この間スプラッターハウスをあそこでやりました、うん、ミカドでやりましたよ、うん、マジでやっそう、難しいね、あれすっげえ難しいよ、めっ、びっくりした、うん、妖怪道中記とかさ、うわー、うわ、憧れでやったことないんだよな、妖怪道中記は。あ、そうなんだ。あるタイプは。源平島までもそうだけど。源平島までも憧れたな。やばい、やべ、無限トークだ。憧れた。それ今度さ、一回、分かった。お試しで、お試しじゃないけど、うん、あの一回後藤さん呼んで、うん、おきさんと後藤さん、うん、まあ俺もいるけど、うん、でその辺の昔ゲームトーク番組やりましょう一回。うん、で2019年にそのタイトルを何か選んでやる放送をどっかでやるみたいな、いいんじゃないですか、っていう企画会議の、時間でした。時間でした。10分喋っちゃった。はい、結局10分喋っちゃった。はい、よし、じゃあ行くか。ダンジョンエクスプローラーか。あれ4人でできるか。多人数プレイが楽しいって。そっか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 、なるほどね。まあいいや、いろいろあるけど、はい。4個つなげるんだっけ。6個つなげるんだっけ。あ、6個までいけたっけ。4じゃなかったっけ。4だっけ、うん、マルチタップ。マルチタップ4だったっけ。あ、5人でできんだっけ、あれ。5人でできるってことは6個つなげんぜ。そうだ、確かに。なんかすげえつなげんだよ、 PC エンジンの、うん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 、マルチタップ。確かにね、うん、そんな友達いなかったけどさ、うん、うん、今ならいるだろ。いないよ。なんで。いや、少なくとも NGC でいっぱいいる。じゃあ NGC の人たちでマルチタップを使うやつ。そう、あっぱれゲートボールやろ。あっぱれゲートボール。なんでだよ。あっぱれゲートボール欲しかったんだよ。なんでだよ。欲しかったな、あっぱれゲートボール。あっぱれゲートボールは俺やったことないわ。ゲートボール番組、うん、朝ね、放送してたよね、うん、日曜か土曜日の朝。やってた。テレビで。昔やってた。あれでもゲートボールってめちゃくちゃ楽しいなって思って見てたもんね。本当に。2番、6番にタッチとかね。俺でも朝はどっちか RC かグランプリ見てたけど。おお、まえちゃん、うん、日高のり子さんと。いつか出ようと思ってたのに。俺も出ようと思ってた。出れなかったわ、静岡のあのサーキット。いつかスーパードラゴン手に入れて出てやろうとした、うん。俺のスーパードラゴンはあれですよ。持ってんすか。あの、うん、スーパードラゴンの、うん、あれボディだけですよね。ボディ売ってた。あれをついに3ヶ月待って届いたんですよ。おお、やったーっつって、マスキングだけして夜のうちに、うんうんうん、で。次の日、うん、学校行って、小学校だか中学校だか忘れたんだけど、うん、行って、うん、帰ってきたら塗ろうと思ってたの、うん、そしたら、うん、母親が、うん、間違えて、あれポリカーボネートだから軽いじゃないですか、うん、箱ごと中に入ってるって知らなくて、うん、知らないっていうか分かんなくて、うん、捨てちゃって箱を畳んでペコッっていうか、もう箱ともういらない段ボールだと思って、うん、そのまま俺だから1日マスキングしただけで捨てられたの。で、家帰ってないから、お母さんどうしたの、ここにあったやつ、軽いからゴミだと思って捨てちゃったよって言われて、軽いからもうガン泣きよ。辛い、辛すぎる。すごい待って、あれすごい待ったのに、つって、あれだってボディだけで4000か、そうそう、まあ子供心にはそれなりの値段だし、単純にやっぱ待ったから何ヶ月も。なんかね、通販で頼むんだよね、うん、そうそう、コロコロの雑誌のあれにでね、そうで、順番待ちだったわけですよ。うわ、まさかと思って。ファミコンロッキーになることかなわず。まず、そう、そのまま普通のホーネットのまま遊んでましたよ。だからしょうがないからしょぼーんとしながら。悲しいなぁ。スーパードラゴン欲しいんだよなぁ。本当にスーパードラゴン欲しかった時代でした。という、うん、スパイダーマンです。はい。というわけで、スパイダーマン再開します。再開します。ゲーム再開ポチッとな。さあ、はい、私立探偵スパイダーマンの時間です。はっ、行ってみよう。
経験値が高い。大丈夫ですか。私はカルメンよ。カルメン。夫のロドリゴ。名前よ。カルメン。絶対偽名だろお前。カルメン。ちょっと待った。夫婦の問題を相談したいなら僕じゃない方がいいかも。そうだね。違うのよ。彼女悪い人間とつるんでるようなの。夫も巻き込まれたかもしれない。怖がってるけど何も話してくれなくて。でもカルメン目がちょっといってますよ。次に彼女に会うのはいつ。ちょっと嘘っぽいですよ。ちょっとね。グリニッチのデトックスセンターよ。グリニッチのデトックスセンター。了解。心配しないで。様子を確かめてくるよ。うん。あ、電話してる。なんで電話し始めたの。急にスマホを見始めました。大丈夫それ。何見てる。地図っぽいの見てる。グリニッジの天文。そこか。センターは遠くないな。ロドリゴの写真を送ってくれたみたいだ。写真を送ってくれた。今送ってくれたよね。なんで知ってるのそれ。LINE とか知ってるの。交換したんでしょうね。今フルフルったんでしょうね。なるほど。うん、すっげえ速くなったら移動。それかあれじゃないですか、うん、SNS に送ってああなるほどね、そっかそれさみんなにバレんじゃない。あ DM 的な DM 的なやつで、うん、下にいる。どうしたのかな。下におるね。よいしょ。んどこ。ああ来た。デトロイトセンターです。あれがロドリゴか。髪が青いです。すごく不安そう。彼女を恋人には見えないな。髪が青すぎますね。写真を撮ってカルメンに確かめてみよう。こいつが恋人か。いつ隠し事はなしよ。テス分かってるよ。あの写真が世に出たら俺は終わりだ。角度最悪、正面から撮ろう。なるほど。え、それバレんじゃねえ。完璧。バレてみよう。はい、できた。静か。あ、間違えました。誰かいる。ほらマジかよ。おお。ちょっと、ウェブってしまいましたウェブってしまいました。小木さんすげえな。おめえすげえな。ほらこんなとこでゲーマー版丸やと初めて見たぞ。あ、おめえどこの星のや戦士だ。あれがロドリゴ。全然わかんねえぞ。すごく不安そう。彼女は恋人には見えない。地球で最強の戦士だ。写真を撮ってちょっと意味がわかんねえんだ。ニューヨーク一のヒーローって呼ばれてんだ。おめえ強えのか本当に。強えぞ。強えけどちょっと操作カメラの使い方がいまいちわかってないぞ。予想が。え、もう見つかった。そんなすぐ見つかんだ。おめえ今日時間あるからってやりすぎじゃねえのか。じゃ派手な格好してるからかな。ちょっと行くよ行くよ。あれがロドリゴか。俺サブゲー失敗したこと一回もないもん。彼女は嘘でしょ。本当だよ。写真を撮って近づきすぎだからダメ、うん、だってカメラで写真撮るっつってて盗撮なわけだから言ってた。顔見ろ。それだってスパイダーマンだったらいくらでもあるでしょ。正面から撮り方がんな近くで撮らんといいじゃん。完璧なショット。ズームもできるんだし。完璧。このことを外に漏らす。写真をばらまくから。怪しいこと言ってんぞ。今ならお買い得。待ってます。センスが反応してるんだけど。静か。あ。え、そんな見つかっただけでダメなの？だって明らかに人に聞かれちゃいけないこと喋ってんだから。うん、それは見つかったらダメ。別に写真撮って横いるぐらいいいじゃん別に。図面か。あ、行っちゃった。思ったよりヤバそうだな。あの女を写真撮るところまでは OK 判定が出てたんだ。カルメン、写真をアップロードした。その人に見覚えは。いえ、もう追っかける。見たことないわ。何を話してたの。知らないよ。彼女に脅されてるみたい。何かの図面について話してた。夫はアトランティックシティのカジノで警備をしているの。うん、強盗の計画かもしれない。でもまずはもっと証拠を集めないと。乗っちゃうとダメなんじゃないの。私も手伝うわ。乗っちゃう。分かった、まあ、図面をどこに持っていくか調べる。一回また後で会話がつけばいいんだ。会話が終わるまで。あ、そうか、捕まえるわけじゃないんだもんね。そうそう、どこに行くかを調べて。そういうこと、そういうこと。とりあえず倒したいって言ってね。うぅ、別の犠牲者。共犯かも。写真を撮ろう。写真撮る。またいいアングルで撮れる高台がないな。あそこは高圧線の真下か。ここからでいいんだ。お、なるほど。あ、センスが発動してるよ。はい、ずいぶん遅かった。ズメは。ええ。お、なるほど。あいつ写真を見せたらすぐ下がる。おお、綺麗に撮れてる。やべえ、5ペソ撮られた。よし。で、図面を見せろ。これでいいの。また話聞くんじゃん。こりゃ完璧だ。完璧だな。おしゃれスニーカーだ。俺はそろそろ行く。このスニーカーそのうち売り出すんじゃないかな。これはでもね、あっておかしくないね。なりそうだぜ。楽しみ。何人関わってるんだろう。あの男をつけてみよう。うん、つけてみようって見つかっちゃ。あぶ。見つかっちゃダメ。見つかっちゃダメですよね。
ほう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 。あ、地下鉄入ったぞ。地下鉄入ったぞ今。嘘、なんとどこで降りるんだ。ほら地下鉄のナビシステムを使えば電車の経路を終えるはず。こうやってカメラぐっちゃぐちゃやな。どこ行くねん。カルメン、女が高圧線の下で男と会ってた。あ、でも向こう行ってるぞ。ロドリゴの知り合い。奥に行ってる、奥に行ってる。くそ、あいつ降りた。地下鉄乗っちゃったから。降りた。地下鉄を見失った。うん。え、どういうこと？どういうこと？ナビシステムはどこで見るの？マップ開けばいい。どこで降りるんだ？これ？地下鉄のナビシステムを使えば電車の経路を終えるはず。そういうことだね。ナビシステムを使ってるね。うん、女が高圧線の下で男と会ってた。ロドリゴの知り合いかも。写真を送るよ。特に自分は何もしなくてもいい。これでショーンよ。ロドリゴの大学時代の親友。こう見ろよ。強盗の罪で刑務所に入れられてたわ。そういうことか。カジノの図面と元強盗か。こんな出方してると思わないじゃないか。この仲間を調べてみるよ。わあ、地下鉄。これまた見失うぞ。一人ずついるはず。犯罪映画によくあるでしょ。頑張って。あ、でも。それっぽい。何か分かったら連絡する。まだ見えてる。あれ快速電車かな。見失ったらまずい。まずい。いけるいける。言ってるじゃん。何がセリフで撮ってるじゃん。見失っちゃまずいんだよ。って言ってるじゃん。もうスピード強だぜ。お曲がった？え？あれに出てきてますよね。外に。終点か。駅の出口に先回りして出てくるのを待とう。先回り。あそこだ、150メートルって書いてあった。青い。自動で、うん、自動で行きました。来た。あいつです。どこ行くんだい？オフィスビルに向かってるな。入っちゃった。入れませんね。え？なんか奥に入っていっちゃったね。エレベーター乗るんでしょ？乗ったね。同じ10メートルの位置でずっとね言ってますよ。そう、不思議な絵だねこれね。あれ、あ降りた。この辺ここでしょ。あ、これそれ見つかんじゃね。大丈夫、それ見つかんじゃね。あれ、ちょ今ので見つかってないんだ。見つかってない。図面を手に入れました。え、カメラをどこだ。6メートル右って書いてある。地図に配置を記しとけ。はい、あそこの画面を撮れってことだ。あ、それを図面を撮る。兄貴の息子だ。信用本当に写さなきゃいけないから。もう決まったことだ。あ、いけっか。もう金庫破りを迎えに来てるし。ダメじゃん。あ、奥のやつを撮らなきゃ。あ、こっちからといい。難しい。難しい。あ、ここだって。あ、ぼやけて。ぼやけて。何ぼやけて。多分今ね、張りがあったからだって。あれ、ぼやけて。ぼやけて。あそこだって。あ、来た。オッケー、来ました。で、もう一個だ。そこの画面。うん、よっ。オッケー。よし、俺たちもノロノロしてる場合じゃない。行くぞ。こいつら動き出すと見ないんだね。そりゃあんなとこにいるとは思わないでしょう。まあ確かに、ね。どんなに僕が有名人でもね。必要な証拠は揃った。それじゃああの車を止めに行くか。止める。止めるだ。必要なやつが揃ったからカメラを、うん、そうです。来た。よいしょ。なんだとスパイダーマンです。ここなんだ。怪我人が出る前に何とかしなきゃ。スパイダーマンです。ちょっと泥棒のお届けです。お届けです。もう一人いた。もう一人まだいる。あと2人いるんじゃない。乗り心地良さそうだけど降りてもらうよ。いましたよ。運転してんの。よいしょ。おい、こっちはオッケー。止める。これは止める。よいしょ。いい。止めた。もう1台、もう1台いるからすぐかける。早く前の車から止めた方が良かったのか。そう、いや、どっちみち抜かれちゃうんじゃないのかい。よいしょ、来た。よいしょ。はいはい、はいよ。もうね、余裕ですよ。なんとなく連打してます。まあまあ、それでできるようになってるから。あれ、センス出てきたら資格。センス出てきたら資格です。まあ、この時間じゃ小学生は連打いけないと思うけど。ほら、かっこいい。すごい。投げる。
あ、投げない。計画ぶち壊すの大好き。大好き。大好き。そこ取れますよ、そこ。いやカルメン、旦那さんのお友達一行のアトランティックシティツアーはキャンセルしといたよ。キャンセルしたよ。ありがとう。夫とも話したわ、うん、強盗に向かうデションを車に乗せてて、それをネタに脅されてたの。でも彼はデションの本性なんて何も知らなかったわ。デションでしょん。警察の知り合いに言っておく。助けてくれるはず。旦那さんが脅しの内容を証言してくれたらね、うん、しなかったらデションより私の方が怖いと思い知ることになる。そうでしょう。どうもありがとう。全部それだ、全部それだ。クリア。あそこだ。フィスクタワー。僕なら絶対ビルの名前変える。よし、うん、やった。久しぶりだと。久しぶりに見つけましたね。もうほぼほぼでも結構そう、あの、うん、開放してるんですよね、割と。小木さん、あの準備が準備来た。来た。よし。ビルの上じゃないやつもあるんですね。森の中に隠されてる。うん、おいてか公園。あ、いっぱいありますね。なるほど。ああ、ありますね。あそこにあるね。ランドマークありますね。ランドマークと。犯罪が欲しいね。なんか使ったか。これバトルフォーカス使ったか。ベセスダ、ベセスダ噴水、ベセスダ噴水、フォールアウト、みんな大好きベセスダ噴水。うん、あ、そこにも。ただ、遠い。あれ、諸君、エンパイアステート大学で暴動が起こったってニュースは聞いただろう。だがこの事件はよくある未成年の飲酒とゆとり世代とホルモンの暴走の最悪なコンビネーションとはわけが違う。当局は報道規制を敷いているが、私の情報ではデーモンが学生に薬を持って暴れさせたって話だ。ハロウィンパーティーの話ですね。自分の子供や近所の住人、この間のね、夫や妻から身を守らないとならないなんて、この町は一体どうなってしまったんだ。油断するな、用心しろ。それから油断するな、用心しろ。お団子頭のバリスタには要注意だ。非常に分かりやすい傾向です。次の犠牲者は自分かもしれないからな。お、注意喚起。うん、レスリングのチラシゲッツ。力を手に入れてすぐこいつ倒したっけ。クラッシャー。あんな大金手にしたのは初めてでさ、うん、っていうかその一度きりか。なるほど。あら、最初の相手ね。なんかいろいろ集まってきたけど、やっと半分。ふふう。それふふふって。事件発生、麻薬取引の可能性あり、隊員はリンカーンセンターに出動。リンカーンセンター。あ、でもメインミッションがそこですね。目の前ですね。元気。俺もう俺が知らないストーリーのところに入ってるから、もう非常に今楽しく見てます。え、あ、もうさっきのやつも俺見てないやつですから、あの博士の。ああ博士、ああ博士、リーさんの。なるほど。お、ここだ。うわっ、よいしょ。あ、落ちた。ええー、知れるんだね。よいしょ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 。上ですね。上です。ヒニュー、上上上上、準備完了。うん、上上上上、来た。そこに入るのか。あのビルはオズコープ社の横ですね。あ、オズコープ、あれ上か。上です。上から入るんだ。ジャンプしたら入りました。なるほど。よし、あそこからノーマンのオフィスに侵入。ノーマンのオフィス。セキュリティシステムをシャットダウンしないと入れないか。バレたらビル丸ごと封鎖されちゃうだろうし。オズコープに行くんでした。はい。バックパック取らなかった。え、さっきの取ったやつじゃなくて、ね、まだあった。外からでもネットワークモジュールをハッキングできるはず。うん、この日にはないぜ。あそこって書いてあるね。とりあえず行ってみるか。バックパックがね。ああ、バックパックなの。うん、スキャン。え、あ、ネットワークケーブルだ。セキュリティモジュールまで辿ってみるか。あれ、辿るのね、とりあえず。あ、いや、あ、そっちに繋がってますよ。上か。上から、まあ、これか。それだ。あった、セキュリティモジュール。うん、 R1 ビルの周りに4つあるみたいだ。あ、ポシッパ、ハッキング。すげえな、そのスマホ。これならもう楽勝。おガシャ。なんだ、セキュリティチーム応答。やばいんじゃない。警戒されてます。セーブル、チームアルファ待機中。電気系統がいかれた。了解。問題を突き止めた。これ大丈夫なの？外の警戒を頼む。やばい。これスナイパーされるミッションですよ。岸さん頑張ってね。ちょっとスーツ変えよう。ちょっと暗い、あ、暗いやつ。暗いやつ。暗いやつにしよう。あ、これ、あ、レスラースーツ。あ、わかんない。あ、いけた。これなら地味じゃない？
地味かな、うん、まあ、セーターだよね、ただのね、うん、じゃこれでほら、さっきより目立たないもん、なんとなくそんな気がする、よん、んほいほいほい、うん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 、危ない危ない危ない、うん、危ない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 、これなら見つかんない。全セーブルチーム、ソフトウェアに問題が発生したようだ。専門家を呼ぶ。明るい了解。外の捜索を続ける。どこだどこだ。これスコープで見てるから逆に見えてないのか。あった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 、ありましたね。4つっつったから。モジュール2つ目。何？全エージェント、何者かにサブシステムが乗っ取られた。こんなうさんくさいやつが。デルタプロトコルを開始。警戒が厳しくなりました。ドローン。お疲れ様です。お疲れ様です。全チーム状況を報告しろ。マネージャー帰りました。外部は異常ないな。はい。オールクリア。やりたい放題です。ソフトウェアの問題なのか。さあな。そんなことある。そんなことある。警戒レベルを維持しろ。私は今、ニーナマンが残りはあと2つ。北海道で買ってきた焼きとうきびのスナックをおかきを食べてます。これは危ない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 。広い。全チームに警告。敷地内に侵入者がいる可能性あり。今データを分析してる。警戒しろ。了解。警戒する。発見。発見。説明。くそ。またサブシステムがオフラインになった。さらに警戒が厳しくなる。誰か85階の外壁をスキャンしてくれ。了解。ヘリで向かう。ヘリ広いこれは。ヘリはやばいね。急ごう。見つかっちゃう。いや、MJ、今はちょっと今電話してる。すぐ済む。チャールズ・スタンディッシュの居場所をつかんだ。接触できれば何か聞き出せるかも。ディレニー博士のこと知ってたし、マイケルズのことも知ってるはず。わ、うん、かった。でも、でも、ね、無茶しないでよ。無茶といえば、モジュール見つけないと。怖い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 。高いなぁ。85階とか言ったもんな。下すぎる。上すぎた。うん、あ、外側ですね。ここにあるコープの看板の裏を通って裏を通って、ね、あったあったあった、なんかセンスが光ってんだけど、あ、最後のミッケ、ミッケ間に合うっしょ。うわ、怪しい。誰だよこのセーター、セーターマン怪しすぎるぜ。ノーマンのオフィスでモーガン・マイケルズとデビルズ・グレースの情報をゲットできますように。コーン、外部は異常なし、楽しんでください。ビルを封鎖するか。ちょっとなんて言うか分からないですけどね。味を楽しんでる、そういうことか。誰かいるのは間違いない。いや、ここには雲しかいないよ。追加ボース来た、追加ボース。トレーナーマンです。待て、追加ボース。完全な回線に変える。私を甘く見るなよ。あ、ノーマン。部下に君のファイルをチェックさせた。この裏取引をばらしたとして、世間はどちらを信じるかな。檻の中にいるのは私じゃないぞ。待った、電話の相手ってもしかしてフィスク？え？仁王像？仁王像？一体何の話だ？オークション会場の仁王像。うんうん。MJ が見つけたファイルの話してる。誰がファイルを？僕たちだよ。でも情報足りないから微妙に違法だけど、道徳的には許容範囲の不法侵入を実行中。大成功。入ったよ。あ、ここだ。今だ。はい、ゲット。GR27 ジャイアントロボ28号、うん、27号か。モーガン・マイケルズ博士は主任科学者でもラボの場所は編集されてる。ラボの場所が違う。 AI 制御のクリスパー、クリスパー、もし実現可能ならどんな遺伝性疾患も治せる。おお、脳胞性繊維症もハンチントン病も信じられない。電子レベルで全然わかんない。動かしちゃう、うん、ザグッて治んないものが治る。7日後、40ディッセージドラット、40匹死んだ。エクスポスドラット、いや全然わかんない。ニーナマン、うわぁ、1匹のネズミが40匹死んだ。そんな GR27 がデビルズプレス、治療用に開発されたけど今のままじゃ生物兵器でしかないのか。翻訳はしたんですけどね。あれ、デビル GR27 撃って、うんうん、ラットを増やしたけどそいつら全部死んだってこと、うん、いや、そういうこと、そうじゃなくて、
1匹のネズミが40匹死んだ。ん違うな、なんだ1匹が40匹に遺伝していったけど、うん、そいつらみんな死んじゃったってことじゃない、そういうこと、なんか動かして唯一のサンプルはマイケルズが携帯してる、だから狙われてるんだ、マイケルズ博士を見つけないと。マイケルズが持ってるラットで実験したんだけど、うん、40匹全部死んじゃったってことらしいよ。うん、いやそうでしょ、寿命がな、あ病気が治るけど寿命が7日に なるんだ。ほう、その時病気は治ったんですよ。病気は治ったが結局別ので死んじゃったってこと、うん、7日後に寿命が縮まっちゃうっていう、要するにデバフがかかってて、うん、細胞を破壊して再生再構成する系の薬だけど再生できなかったっていうことか。影倉さんが言ってますけど、 逆にっていうことか、そういうことか、医療用で本当は助けるつもりのやつで治すつもりで使ったんだけど、うん、それの効果が間違い、うん、おかしなことになっちゃって、うん、逆に大量殺戮兵器になっちゃったんだよ。なるほど、 それで殺す効果が出ちゃったもんだから、うん、それを利用するっていうことを今やろうとしてるってことでしょ。危ねえ、危ねえ武器になるってことだな今、うん、さあ、うん、正しいんでしょうか。だいたい合ってるっぽい。だいたい合ってる、うん、要するに副産物でそうなっちゃったみたいな、うん、そうですそうですって。ニーナマン7日で死んじゃう薬になっちゃったんですね。なっちゃったっていう、うん、終わったぞ、うん、ピーター、何？MJ 聞いて、デビルズブレスはもともと武器じゃなくて、うん、遺伝性疾患の治療薬だったんだよ。そうそうそう、でもまだ完成には程遠くて、治療する過程で体を傷つけるんだ、うん、マイケルズ博士を見つけないと、こんな危険なものセーブルには任せておけない。なるほどね、手がかり見つけたかも。スタンディッシュがセーブルのセントラルパークの拠点に拘束されてる。彼はオズコープの CFO だし、うん、博士の居場所知ってるはず。接触してみるね。接触？ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり？おそんなとこにあんだ。こっそりと忍び込む。またね、パートナー。セーブルの敷地に忍び込む？そんなのやばいって。セントラルパークに行こう。いつでも手を貸せるようにね。遠いんだから。本当だよ。そこでパートナーが言われちゃうと。悪党スパイダーマンの記事。それ。ジェイムソン、エレクトロの警官殺しをスパイダーマンのせいにしてさ、二度と嘘の記事を書けないように写真を撮るのやめたんだ。なことを書かれちゃうのね、写真でね。そういうことね。よし、行ってみよう。おー、いいよ。怪しいレスラーじゃないよ。お、なんだなんだ。前の2台にデーモン、しかも爆弾付きの車。あいつらを止めなきゃ。危険だぜ。いやー、仮面姿のサイコパスさんたち、会いたかった。危ない危ない。仮面姿のサイコパスさん。ドライブはここで終わり。さあ、いい。もう慣れたもんっすね。もう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 。なんとなく言ってます。後ろ回り込んで、後ろ回り込んで、後ろ回り込んで、引っかかってる、はずかって、早く爆弾が、爆弾処理を。一度でいいからデーモンじゃなくてピザのデリバリーが来てくれたっていいの。遅かった。いや大丈夫大丈夫。ワイチェン、バーサン。うえすごい今避けた。うい。キングオブザリングってなんだ、なんだっけ、えこれがパンチ力上がるやつ、違うな、違う違う、なんだっけな、キングオブザリングなんだっけ。やべえ効果がわかんない、使ってみればいいんじゃない。あでも使ったのか、使ったけどやべえ全然わかんない。この効果なんだっけ。えあれ普通にわかんねえ。おいしょおいしょ、おあなんだっけ、あウェブでなくても投げれるやつだ、投げれるのか、そうだ、縛らなくても投げれるんだ、そうだからいきなり三角ボタンを失敗すればいい、すごくいい保険かけてるんだろうな、全然使わなかった、投げ放題、投げ放題ですね、投げ放題、3000円で投げ放題みたいなやつ。なんで3000円だ、何の値段なの。いやから焼肉食べ放題で、隊員に次ぐ落ち入り事件が発生中、消防署近くの隊員は応答を願う。ハト、あ、ハトですね、それは。いや、あの、大変ですよ。ハワードのハトだ。そう、あいつ早く。ランドマーク。博士から伝言。ピーター、ついにひらめいたぞ。ひらめいたって。鍵は頭の中にあったんだよ。この私を見ろ。無限の可能性を秘めた脳が、この年老いた肉体に縛られている。ホットーさん、大丈夫か、最近。だが脳が解き放たれれば、可能性は無限大だ。神経インターフェースの開発では肉体の複製などというつまらない考えは捨てなければならん。
いいかピーター、想像力と可能性に目を向けるんだ。今出てる、脳に語りかけるんだ。 L1 と R1 を押すやつ。こんなに興奮してる博士初めてかも。これさ、興奮しすぎてないよね。結構押し込みするんだ。そうだよ、ね、カットすごいな。カットすごいな。起動よ、うん、自由を無尽に飛び交ってる。ここです、ここです。よし、うん、やった。うん、ね、なんかいっぱい見えてるけど、うん、ちょっともうよくわからないのでいきますよ。おっと博士さ、もうさちょっと心配になるよね。おっとフラグ立ちすぎててさあ、遠い遠いな。遠いね。いよ、全然遠くないよ。 300m でしょ。ここのレーダーがまだ。ああ、本当だ。起動しとくか。まあいや、そこ、あ、んどこ、ここ、あ、いや先にミッションでしょうね、これは。部隊に着く。暴行事件発生との通報。ただ汚い。センサルパークで合流を。泥です。沼。泥なんてなんだい。沼沼。よしよしよし。どこにいるんだ MJ。 お、くそ、いました。もうやばいじゃん、これやばい。15分前、ま、出たよ MJ パート。 MJ タイム、 MJ タイム。ガードがうじゃうじゃいるのにどうするつもり。さっきの電話のこっそりと忍び込む。またね、パートナー。こんな時にスタンディッシュがあそこにいるはず。余裕かましてたんだね。ガードの目を盗まないと。でもあの、おきさん MJ はデータくれたルアーでも試してみようかな。あげたね、ピーター。あげたよ、これ。おきさん MJ はもうあの、うん、大胆不敵と言われているんで。大胆。急に。あそこのフェンスの隙間から行けそう。いやいや、ガードの気をそらすだけ。そらすだけ。L2 をホールドしてルアーの狙いを定める。緑にハイライトされている敵はおびき寄せることができるぞ。右でガードの右を狙う。ルアーを投げる。ほら、バイバイ。今のなんだ。え、行かないと。ほら。はいはい。来ましたよ。はい。俺は客人を見てくる。これ見つかってんじゃない。客人、スタンディッシュだ。あ、見つかってないのか。どこかにいるはず。やばいよ。おお、よっ、大丈夫。今ゲージが上がった。え、ゲージ上がっても大丈夫。あいつを階段から遠ざけないと。今なんか跳ね返ったな。あ、ダメ。ダメだよね。跳ね返っちゃったね、なんかね。そ、うん、どう。いや、あのさっきの説明聞いてました。何、緑の範囲のやつがかかってくれるので。あ、離れすぎた。離れてると多分緑のあれがね、画面外、ほら、ここだ。そうそうそう、うん、それです、それです。なんだなんだ、俺だ俺だ俺だ、うん、こいつらバカなんじゃないか。あのね、すごいサイレント技能を持ってる。これは、ね、何あれ。おきつさんだけじゃないって。レーモンはデビルズブレスの関係者を殺してる。関係者ほぼほぼ全てが、うん、スタンディッシュも狙われてるんだ。システムの説明してるときに聞いてない人ばかりなんで。よし、気にしなくていいです。行かないと。え、何が。緑色に光るやつ。スタンディッシュ、やっぱり説明してたじゃんっていうコメントがちょくちょく入るんですよ。そんな覚えられないよ、すぐに。そうです、生放送してる人たちは緊張感があるんですかね。そう、いろいろ言ってることはよくわかんないかもしれない。緊張感はちょっと俺もわかんなかったけど、うん、ちょっと今わかんなかったけど、あれ、うん、いけない。いや、そこスッスッっていけばいいんでしょ。ドーンって言わない。うん、うん、って言った。スタンディッシュを確保しました。あ、これさっきの通信を遮断しろ。マイケルズやデビルズブレスのことをリークさせるな。了解。イラついてる。スタンディッシュは博士のこと知ってるってこと。野水さんはチュートリアル苦手だし。優しい言い方ですね、それは。チュートリアル苦手。それはチュートリアルイコール聞いてないということですから。非常に優しい言い方をしましたね。こいつを、そいつを、まあ、外に出さなきゃいけないんでしょうね。あ、そうか、それでもいいんだ。それを起動させるで。ああ、やっぱ緑の範囲が出ちゃってますね。ダメ、うん、動かず。やったらここで動かす、これ。そう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 。おお、電球だ。発電球。すぐに気づかれる。どっち行くの？あ、二人。あ、いや。了解。引き続き頼む。なんかある。
調子はどうだ、輸送できそうか。問題ない、ボスの命令が降りたらマイケルズを移動。右のやつ来たからちょっとやべえかと思って。これどうすんの、この状況。あ、上にもいる。あー、クマン誰かいたぞ。いないいない。あ、これは見つかんじゃねえの、さすがに。あ、そっち投げれるか、投げるか、後ろ投げれるか。あ、いや、気のせいだったか。おい、誰だ。猿だな。誰もいない。もうちょっと見た方がいいよ、警備の人。もうちょっと周り見た方がいいよ、警備の人。ゴーグルでちょっと見にくいとは。あ、誰がいるのか。あ、待って。あー、撃たれたー。今のだったらそっから右側に投げてれば多分引っかかったかもね。あ、あっちか。奥に投げちゃったから、こっちの範囲外に出ちゃったから。なるほど、うん、どうかな。あれはチーム気を抜くなよ。行ってみよう、もう一回。くそ、発電機が。すぐに気づかれる。ニコニコのコメントチラッと見たら、うん、こいついつも侵入してんな。MJ 潜入か。調子はどうだ、MJ。潜入ミッションしかなくないですか、こいつ。しょうがないよ。戦えないからね。特殊能力持ってないんだからね。うん、確かに。で、それ、まあ、そっちのやつは確かにそっちに行くか。問題はなさそうだな。そう、そいつ。そう、後ろ向いてくからいいんじゃない。どこまで。あ、そっちの奥でしょ。そうそう、全然いけんじゃん。俺もなんか上登るのかなと一瞬思ったけど。さっさと出発しよう。もうアップダウンについてるはずだろう。了解、出発します。ああ、車か。バックミラー。なるほどね。バックミラー見ない車。なるほど。大体みんなバックミラー、サイドミラーか。うん、ここ入んの。いや、近くね。違う。なんでそこ入ろうとしたの。上から行くんでしょ。え、あ、そう、なんか階段あったよ、階段あったよ。どこだ、ほら。あ、これか。うん、行こう。よし、ゴー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 。うん、こう階段を静かに登る技能に秀でてるね、この MJ って人は、ね、このしゃがみ移動をしてるから、すごい足腰鍛えてます。マロンとシャーリーがマイケルズの移送を担当します。あと2人加えろ。デビルズブレスのサンプルは1つだ。すごい滑舌がいい方でしたね、今。感染の拡大は避けたい。了解です。来ないだ。うん、さすがにね。来たらバカだぜ。そんなことする？それさ、それこっち見ない？バカなんですよ。あいつバカなんですよ。あいつはね、俺はバカだと思ったんです。これ飛んの？それそっちに。どれ飛んの？どれ飛んの？いや、ちゃんとマーク見て、マークを見て。マークを見て、それそれそれ。あ、これか。これって隠れ家。スタンディッシュならマイケルズ博士がどこにいるか分かるかも。怖いのを見てる人ね。この状況めっちゃ怖えよ。ハラハラしてしょうがない。自分が操作してないから動かせないからさ。あ、車が来てる。もうどこ見てるか分かんないし、もう。スタンディッシュのテント。え、あんなとこまで行くの。マイケルズのやつ、デビルズブレスを持ち上げてたのか。ボズボーンにとってそれが一番安心なんだ。後で泣きを見ないといいけどな、俺たちもな。三人来ちゃいそうだから、うまいこと。まあ右側に行けるんだったらこっち来てるのに行けるけど。これ何が起こるんだ、これ。消えるの、これは。あの、あ、そうか、消えるのか。あ、そっちが来てるんだ。たくどうなってんだよ。それはこっちから行けるの。あ、行けるのか。あ、行けんだ。こっちだ、こっちだ。上にいるんじゃない今。大丈夫か。あ、車、車が行ったってことは。あー、車引かれる。異常なしで。異常あるだろ今の。今の異常しかねえだろ。異常なしです。大丈夫なのかよ。異常なし。タイヤちょっと当たったって今。異常なしで。危なじゃなくて、お前もう異常。今の当たったろ。異常ございません。あそこか、あいつ邪魔だな。あ、お願い。あの辺に投げる。あ、違う。今妙な音がしたら見てくる。やべ。ん？これはやばい。それで左側に投げてあげればいいんだよね。いや左じゃなくて奥か。奥側に投げれれば一番いい。そう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 。あ、でも緑が出てない。緑、あ、来た。間違って。うん。
って言った瞬間に後ろ向いてんじゃないかお前。来た来た来た。いや気づかれるよ。何か動いた。確認する。もう入っちゃったんや。余裕で。待って。今の俺も入っちゃうと思ってた。え？いやまあ動いてたからな。さっきの人見つかったの？さっきの人ですね。そうでしょう。ここからもう一回。ああここからか。スタンディッシュのテント。マイケルズのやつ、デビルズブレスを持ち歩いてたのか。ボズボーンにとってそ、またか。たくどうなってんだよ。またか。なんだ。あれかな？繰り返してるのかな？ここの時間軸を。またか。行こう。はあ、危な。危な。ここ合ってんのかな。ああでも二人が行くまで待った。お願い。こっちは来ないでしょ。うん、で、そいつをそれでできるだけ。あ、そうね。いいねいいねいいね。うん。でも切れた。あ、今見た音がした。見てる。で、もう一人奥にいるから、あいつがこっちを見てないうち、やっちゃいちゃいちゃい。果てなになっちゃうからさ隠れ。あ、いや今行けんのか。オッケー。あ、いけた。ほんとちょっとだったんだ。うん、さっきハテナが出てる状態だったから警戒中だったから。おしゃれだよねこのダウン。急に、うん、グリーンゴブリンじゃないんだね。実はこいつが。そうそう。こいつがゴブリンである。スタンディッシュさん。うわなんだ。うわなんだ。教えて。あ、やっぱこれおしゃれなんじゃない、あのシャツの入れ具合を。そういうことか。そうなんだろう。だってこの間からずっと突っ込んでる。確かに。あ、や、銃を狙っている。殺したいなら殺しません。自分でやれと伝えておけ。私はデーモンじゃないしセーブルでもない記者なんです。ちょっとかっこいい風セリフ、うん、このフードの中がピンクなのがいいですね。それにあなたと同じでリーを止めたいの。ワトソン、聞いたことがあるな。お、聞いたことがある。頼む聞いてくれ。 MJ の声は森さんです。博士は今バワリーにいるが明日の昼安全な場所に移る。だがグランドセントラルの件もあるし。グランドセントラル？デーモンが話してるのを聞いたんだね。やつらはあそこから。あっ！で繋がんだ。あそこから何？グランドセントラルに何があるの？あれは僕です。誰だよ。誰だよ。ちょっと何だよ。新車。ごめんチャーリー。完全になり。ちょっと待って。話の途中。自然と腰を抱いて飛んでいきました。ただの変態だー。ただの変態だよセーターマン。マジかよ。マジでダセーな。変態って言うな。やっぱ手が生身だからちょっとね。振られた。青と赤が逆なのもなんかあれなんだよね。頭が間違いなく人生最悪の脱出劇。MJ 怒ってそう。怒らせたみたい。怒ってそう。ちょっと腰抱いちゃったからね急にね。まあ、マジでするともうちょっと話聞きたかったのに勝手にピンチだと思って、ね、一言言わせて抱きかかえていっちゃったからね。ごめんチャーリー。そういうこと、ね、気絶させて私の調査台無しにしておいてごめんチャーリーしか言えないわけ。 あんな時までジョーク。じゃあ怒って。へ MJ そうじゃないって。場を和ませたかったんだよ。外にいるから、ね、場を和ませる。ちょっと空気読めないんだって。なんで私たち別れたんだっけ。わ、君が仕事に専念できるようにだろ。あなたがいつまでも私を子供扱いするから別れたの。これはダメ MJ、 あれもダメ MJ、 危険すぎるよ MJ。 確かにスーパーパワーはないけど悪者扱いしないでよね。武装傭兵の基地に潜入したんだよ。3回死んだぞ。分かった、うん、もうやめ。この話はまた後にしない。マイケルズについて何か分かった？分かった。仕事の話、うん、マイケルズはバワリーにいて明日のお昼に移動させられるって、うんうん、最高。他には僕が邪魔する前グランドセントラルの話してた？それが、うん、なんでもない。内緒？ピーター、もう切るね。内緒？あの声、絶対まだ怒ってる。やべー、見られてた。たく、何がスーパーヒーローだよ。ちょっと落ち着こう。見られてました。パトロールしてストレス発散。ずーっと独り言言ってた。見られてましたね。これは見られてたね。見られてたね。見えてないですか。こちらセーブル本部。今の格好悪いな。すげえ恥ずかしいね今のはね。捕まえないと。捕まえないと。あと。
あ、これは早い。よっ、いや、オッケー。スタート。あ、リサーチトークなのか。リサーチやっちゃえば、多分ミッションが発生するかな。リサーチちょっと長めだけどね。余裕です、余裕。本当に？ハドソンタウンのエージェント、あれ状況を報告せよ。セブルホーム。前哨部隊ホックストロットに応援を襲撃を受けている。襲撃を受けてるそうですけど、僕はリサーチします。そうね。これどこだ？あ、あれ？あ、出た。真ん中。オッケー、出た。もうちょいか。はい、よし。うん？このステーションはオズコープのできればすぐに中止してほしい化学兵器研究への僕なりの答えみたいなもの、はい、世界でも最も危険な化学物質の光源を体系化してるんだ。それには危ない化学物質を分析するためのサンプルを保管しないといけないんだけど、公害の煙突から出た煙みたいなやつのやつ。ここでは有害化学物質を分析してる。まあ簡単に言うと世に出てしまった場合の中和方法を研究してるんだよ、うん、まあそうならないといいけれど。大丈夫か？ハリー大丈夫？そんな危険なロケット推進剤が盗まれてる。ダメじゃん。しかもコンテナが壊れて漏れてる。どれどれ、監視カメラのタイムスタンプはついさっき取り戻さなきゃ。さっき漏れた。よーしゃべんな。スパイダーボットはまだ試作だけどテストするのにいいかも。センサーで薬品の痕跡を追えるし、これかスイングするよりいいよね。スパイダーボットのやつか。驚か、静かな場所を見つけてスパイダーボットを放って誕生、そこからナビゲートしよう。ナビゲート、そうそう、ここに行く。うん、お、終わった。 R3 聞けるんじゃなかった。僕の分身最高、コソ泥の居場所までわかる。これも簡単っす。すごいよね。簡単っす。足元をガンガン。俺のスーパードラゴン。スーパードラゴンの話をするのはもうやめてくれ。一回もあのシャーシに乗せてくれなかった。紛れてるのか。衝撃波で人を追い払おう。怪我はしないけどかなりうざいはず。うざいはず。お、どこだ。こちら。あった。あった。スパイダーボット気持ちいいよね。効き目が早かったり爆発する薬品じゃなくて本当ラッキー。すごい走破性ですよ。多分スーパードラゴン。楽しそう。っぽい。うるさいうるさいうるさい。楽しい。これ楽しい。地味だけど楽しい。そうそうそう。すごい地味だけど。うん。どれだけやるの？すげえ、うん。めっちゃ出てんの。すげえ出てんの。ジェット噴射に燃料。痕跡が消えた。人混みか。逃げた。あいつだ。あいつを捕まえるんじゃん。あいつだ。R1でウェブを放つ。よ。いやちゃんと狙って。ちょっと狙って。フォーカスがあった。これどう。やった、薬品回収。オッケー、来た。うわ、変態来た。クオリティの高いコスプレじゃないよね。クオリティだいぶ低いです、うん、クオリティは低い。よし、それじゃああとはステーションに戻すだけ。だいぶ低いですね。ミニスパイダーボット使える。コスパが良くなったらもっと最高なんだけど。悪いんだ。これで上に戻るかな。ありがとう、どういたしまして。クオリティは低いって言われてますよ。しょうがないですね、うん、ちょっとね、うん、初期のトレーナーですから。そうね、このマスクかっこいいですけどね。これだって俺とかが放送でやるような感じだもん。ステーションのセキュリティも強化したし、コソドロの映像もユリに送って完璧。このステーションかなり有能。閉鎖されることはなさそう。薬品も隠したしね。なるほど。お、リサーチトークンは手に入って。ゲット。犯罪トークンがやっぱ足んねえかな。いろいろ見てると。よいしょ。お、なんだ。あ、来た。ピーター、次のテストを始めるぞ。今どこだね。あ、すみません。チェックバスが止まっちゃって、タクシーもいなくて。できるだけ早く向かいます。そこはクリアしたよっていうマークです。そういうことですよ。三角を。なんだ。始まるよってやつじゃない。わかんないけど。なんて説明していいかな、ね。まあ、いいか。あ、犯罪だ。犯罪を。あ、犯罪だってすごい。犯罪を阻止するぞ。一旦ね、すぐ飛び込むんじゃなくて、一回針に入って、もし釣れるやつがいたら釣った方がいいんだけど、これ無理か、中のやつか。マイルズのお母さん。あ、あ、はい、いるな、ほら。パーカーさん。あ、リオ・モラレスです。マイルズにビーストを紹介してくれて本当にありがとう。いいえ、ピーターって呼んでください。パーカーさんって呼ばれるほど大人じゃないし。あれ
あの子ちょっとためらってたみたいで。目標はなぜ達成されたんでしょうか。ニーナマーン、あの子に選ばせたの。達成しました。あの子は達成されたんだけど、同情されるのも嫌がって。その気持ちわかります。おばさんに言っておきますね。今初日にはどこも行きますよ。ありがとう。使ったからか。投げれたもん。よいしょ。終わった。おっしゃ、おっしゃ、もう前に1回やったからか。なるほど、1回でいいんだ。そういうことか。おい、かっこいい。おい、逃げられない、見えない、見えない、奥にいる、奥にいる。ああ危ない。そこは、そこはあのウェブで、ウェブで、あれ？うわ、シュワウェブで固めてしまった方がすぐ固まるから。そう、そうそう、まだいっぱいいるな。いるね、うい、いるね。ナイスで、くっつく。あと2匹だ。ふん、くっつけて、どうも、ナイス。オッケー、今のが良かったですね。スパイダーマンが守ってる街で強盗するなんて、はい、底抜けのバカだね。あれ1個か。あ、1個のとこは、そっか、そういうことか。ボーナスが入んない。あ、なるほど。車呼んどいたよ。赤いライト、ピカピカ。ボーナス取っちゃってるから。地上ユニット、そうですね、ウエストビレッジの状況はどうなってる。なるほど。デーモンが検問所を突入。よし、割とすぐだ。あれか、ラボ行くって。わ、これジャンプすげえ速くなってますよ。うん、すげえ快適。簡単よ。うわ、2つある。あれ2つある。あ、サブ系が出てんのか。ハト見っけ。ハトだ。ハト。逃げないで。怖くないから。ハト。ハト。メインミッションのところにハトがいた。あ、シュ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 。ハト逃げてってるね。ハト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 。ハト行っちゃったね。ハトハト。あっち、あっちだよ。すげえ離れてる。いや、でもでも、はい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 、こういうしょ、はいはいはい、あった、しゃー、捕まえた、よいしょ、ナイス、ハト4つ目。ふぅ、ピザ屋、おいしょー、たっ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 た。スパイダーマン、にぎやかになったぞ。ローザが家族の元に飛んで戻ってきたんだ。あ、ハト、ハトの人ね。本当に大事にしてるんだね。努力はしてる。サンドラに比べたらまだまだだよ。サンドラ？ああ、わしの妻だ。サンドラと鳥たちによろしく伝えといて。ああ、そうだな。そうするよ、スパイダーマン。ありがとう。サイドミッションだね。また見つけてくれよ。なんか発動するんだ、これ。メインミッションのこんなとこにあるんだ。はい、やるんだ。発動しちゃったもんだって。いつ発動するんだって話ですよ。そうか、レベルアップで、そもそも俺のあの MJ が見つけた発信機を調べよう。あ、メインの方に来ちゃったのか。あれ、隣すぎて。あれ、なんだこれ。そもそもこれが博士、博士は待たせるもん。これどっち、あれ、これサブ。あ、サブだ、サブだ。同じところのサブなんだ。なるほど、なるほどね。どっちでも行けちゃうやつ、それだ。もう何これ、ピカピカしてる。なんかピカピカしてるね。これ使って逆探知すればトゥームストーンの取引を調べられる。トゥームストーンの取引を調べられる。始まったよ。始まった。これラボに帰ってくるっていうことは、もしかしたらとは思ったんだよ、俺も。うん、ラボだしなとは思ったんよ。うん、そうだね。いや、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。あだ曲がした。逃げた。逃げた。ずるい。逃げた。さあ、みんな小木さんの脳トレを見よう。一番そこで逃げるの。ニーナは助けて。こうだよ。これはこれはあ、これは無理か。こっちですな。これはね、頭使うんですよ。なんかね。ん？ロック。こっち、あ、え？乗せるやつがないってこと？そういうこと？そ
そういうこと？いや違うな、これ時計取り除けない。ん？これはこれでいいのか、これはこれでいいのか、向きが違う、こういうことで乗せる。逆からどんどん行ってますけど、いけるのかな。向きが違う、こう、そしてこう、そしてこうで、いくつになった、ちょうどバッチリじゃないですか、これ。これでいいはず。出てますよ。テストしてみよう。テストしてみよう。あっち10メートル行きましょう。いいね、なんかこう真夜中の静かなゲームタイム、いいですね。そしてこの今僕がめちゃくちゃ褒められているのに江戸さんがいないっていうね、これね、悲しい。ただシグナルを追えばいいだけ。シグナルを、それで何を運んでるのか分かるはず。 OK、 行きましょう。700m。トゥームストーン、いつも面倒ばっか起こして、硬い皮膚でモラルがないやつはろくなことしないんだよな。盗難車の部品販売で済めばいいけど。意外と遠いね。うさんがうるさいんだろうか、言うな。逆に一人だとめちゃくちゃ静かだね、これね。こんな感じなんですね、一人の実況放送がね。看板も全部気にしてんだけどな。速攻クリアしましたよ。え、1回で適当な計算で。はい。何言ってたけど。北方さんに、北方さんに怒られなければ。誰？北方さん。片方さんに。あった。片方さん、あのトラック。よし。ま、ドライブ楽しんでる？楽しんでる？すぐ止めちゃうよ。危ない！スタート！スタッチャッチャッチャイ！止めました。え？マジだぜ、スパイダーマンだ。お、バイク。え、バイク。まずい、みんなお出まし。はい、新しいドーン。バイク、マジ氷結持ってきやがったぜ。危ない、よいしょ。あーっとて、ドローン。守ってる。こっちは俺は飲むんだら酔うな、これ。これは俺が飲むだけ。よしよし、ボールボール、ウェブボンプ、ウェブボンプ。俺ね、本当にね、男子トイレでね、あの手を洗わない男をね、いつもチェックしてるんですよ。チェックしてんだ。うん。世の中のね、3分の1の男性は手洗ってない。いや、3分の1よりもちょっと多いな。うん。マイク、マイク、マイク。ゾンビ気よ、みんな気をつけた方がいいよ。スッてね、出てくる。まあ、でも確かに、うん、TGS とか行くじゃないですか、うん、で、まあトイレ行ってデュエル、デュエル、デュエル、なんでデュエル。そう、トイレ行って、俺は 手洗うのが並んでる時もあるから、うん、で、並んで待ってるけど、うん、そのままスッスッスッて出てくやつは結構いるなと思った、うん、あれはね、うん、どこででもね、怒ってるんですよ、うん、混んでるとか関係ないんですよ。あ、まあ確かにね、それはあるね。そう、だからね、うん、気をつけてください、うん、今見た、何ぐるぐる回してたじゃん、うん、で偶然、うん、敵が撃ってきて、うん、撃って当たっていってってなって、うん、ウェブを離したら壁が近くにあって張り切った。天才計算です。いやでも洗わない、確かに言われてみればそうだな、あの洗うのは当たり前だから、なんだろう、むしろ別に気にしてはいなかったんだけど、洗わない人自体のことを。ちょっとね、気にして見てみてください。バイカーゲーム一丁上がり、トラックの中はっと、トラックの中行きたいんやと。それじゃないですね。バイクー、バイクドーン。バイク壊した。これ今被害総額すごいぞ、今死亡10万いくぞ。ギャングのやつだから。
ハーレムにあるアルケマックスのプラントのものみたいだけど、50まで済むならいいけど、このタイムだったら下手すと結構高いぞ。サイレンの音ってことは調査終了。100は行かないと思うよ。アルケマックスに行ってドラム缶の中身が何だか調べないと。アルケマックス、トゥームストーンは何か企んでる。しかも犯罪に関わる危険な計画。次回クリアしたの。これ何？あ、サブクエか。とりあえずもう今のでいいんだ。この辺にある。あ、すげえ。久しぶりに日本酒飲んだ。ルーズバー。写真撮れ。ルーズバー。違う。あ、結構きつい。あった。ナイスショット。ナイスショット。うわ、酒くせえ。うん、すげえ。すげえ酒。酒くせえ。これ超酒だな。酒くさいっすよ、エドさん。これは酔っちゃうよ。14.5 度だね。ないよ、酔っちゃうよ。思った以上に来るな。あれ、思っ、ちょっとの、ちょっと。いや、ダメ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 。一口だよ。ダメ、絶対ダメ。絶対ダメ、これ。めっちゃ酔う。あ、これすごいな。そのマスク見ると、うん、どこで買える？沢の鶴。沢の鶴。ちょっと違うね。え、違うか。山田西って。山田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 この私がついにデーモンによるオズコープとノーマン・オズボーンへの攻撃の共通点を見出したぞ。動機か？最後の動機ってものは特定しづらい。だが市を代表する企業と市の行政の中心が攻撃されたのは偶然じゃないだろう。奴らが攻撃してるのは我々の生活そのものだ。だから言わんこっちゃない。私の話を聞いていたなら覚悟はできているはずだ。もう収録の勢いで行くしかない気がしたんだろうね。詰め込んだの。物理の方、物理の方。エレクトロの仲間だと思われて警官に銃で撃たれてさ、穴開いてる。教科書が分厚くて助かった。買い直したのは痛いけど、思い出のものです、うん、命の恩人。どこだ、あっちだ。なんかトンツーがね、現地部隊に次ぐ強盗発生中。お店のスタッフが実家の仕事を継ぐために帰ったり、別の者が月曜から過労でダウンしてしまったので、残った若いスタッフは元気ではあるけど、当分の間、低出力での営業になるのでご了承くださいっていうツイートしております。低出力、うん、人が足んないので、うん、ちょっとこう、サービスとか、あれになっちゃうけど、ごめんねって言ってます。出力まあそういう言い方をわざとしたんですよね。もうとんつね、本当にね、毎日ね、うん、光の戦士たちがね、光の戦士たち、はい、グランゾーそれじゃないあの、まあ、ファイナルファンタジー14のなるほどプレイヤーのことを光の戦士たち、通称ヒカセンと呼ばれてる。ヒカセン、そう、なるほど。そう、あの14で有名になっちゃったから仙人みたいなね。仙人ヒカセン、ヒカセン仙人じゃないけど、よいしょ。OK、 本当いつ行ってもいるからさ。で、ただ非課税の人たちは割と、まあ、NGC 視聴者じゃない人たちも、俺とかがいても話しかけてきたりしないのよ。そうで、なんか帰るの待っててくれてるみたいな。どういうこと？自分が帰るときさ、俺とかが帰るとき、僕が邪魔してあげたおかげで定期が短く済んだってさ、話しかけないはははで、帰り、あ、帰るんだなってなったときに、あの、いつも見てますみたいな感じで、もう一番気まずいやつよ全部話し切ったわみたいな、あみたいなお、なんかすげえ強くなったぞ。強くなったぞ、うん、ほら強くなったぞトンツーで働きたいっていう人がいるんだけど、あ、じゃあバイトしてください。バイトしてください。募集してますよ。だ厳しいぜ、働くことは厳しいことであります、うん、七輪重たいぜ、うん、よいしょ。もうちょいだ。いや、もうちょっと確かに、まあそういうとか言い方があれか、ピッサンに説明するならそこまで言わなきゃいけないから。こちら西部本部、まず中心拠点の状況を報告せよ。うわー、ここ行こうか。うわー、こっち、うわー、こっち、目の前の犯罪。その上、ファイナルファンタジーの主人公たちが死人が増える前に介入しないと、うん、で、で、その14のその主人公たちが光の戦士たちの一員だから、あ、もう面倒せえなこれいや、こいつは敵かい。敵でしょうね。どう考えても敵ですね。いや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 。こんだけでも敵があるときやっぱりあれですよ。ウェブブロスさんですよ。いっそ。こういうときは。いっそウェブブロスさん。うん、よし。ウェブブロスさん。そう、そのスーツでもブロスさん。これあえてさ、うん、スパイダーパンクでボーンと落とせないかな。あー、なるほど。落とせば確かに敵やられるから。ね。うん。よし。
これで敵がいるところに来てドーク、アウト、ドーク、あ、いや、ドー意外と落ちたんじゃん。一応残ってるな、ダメ、一応残ってるな、そんな、あ、でもでもでも、うん、そんなにですよ、うん、ロケットランチャー、おお、どこだ、来た、あれ、これってブラックファイヤーあんのかな、敵なんか今、敵のロケットランチャーでやられた気がする、どこに、あ、いたいた、あ、まだ生きてんだ、にゃ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 、スパイダーマンにゃっつってるよね、にゃって言って言ってますよね、どうした、ああ、セーブル、お礼はいいんだよって、本気でお礼言わないつもり、セーブルどこいんだ、あ、ここはボーナス目標達成してないから、うん、ボーナスやればボーナスもらえたんだけどって、まあ、そんな余裕はございませんでしたということで到着なんか急に MC になった、うん、メインミッション行きますよ、匂いだけで酔っていく、よし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 、氷結飲むか、うん、おお、氷結は大丈夫なの、多分、うん、お、グラスもあるよ、ありますよ、ちゃんとこぼすよ、ちゃんと、怖い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 、それはバレる気がするね。中田さんには内緒だぞ。中田さんは大丈夫。いただきます。ニーナマンがポロリしなければ大丈夫。やべえ。うん、めっちゃ言えないことを言ってしまったらどうしよう。おつまみがそこはないのか。なんか、なんか用意しとく？ここはニーナマンから届いたトウモロコシあられじゃないですか。トウモロコシあられを出してください。お願いします。トウモロコシあられを。あ、ここに来た、足引きずってけど何やってんの、筋肉痛、筋肉痛あのね、VR 筋肉痛、昨日ね、やつはね、うん、こう屈伸祭りだったから、お、はい、スクワットマンですから、スクワットマン、うん、すげえな、 VR ってスクワットするんだな、タイタンスレイヤーでおクリアしたんでやっとね、あいつ、へえ、うん、すげえ、うん、楽しみだぜ、うん、さあ、オクタビアス、はい、ラボに行くっていうことはですよ、うん、頭使うんじゃないかっていう、この、うん、あの、遅れてすみません、だいぶ遅れました、おはよう、ピーター、こんばんは、こんばんはです、まあ、どっちでもいい、姿勢悪くなってますよ、奥田さん、神経センサーをチェックして反応速度を上げてくれ、はい、はい、チェック、3ミリ秒に設定するんだあ、カメラ入ってないからか、なんかいろいろ来た、ブラックシャンジュ、いろいろ来た甘いものがいっぱいだな、甘い、いやでもこれ、砂利豆濃厚チーズ、そうそうそう、大丈夫です、何この 5.7 ミリ秒を3ミリ秒にする、俺これやったことないから分かんない、診断中、 OK、 電力リレーを最適化できそうだな、電力、ま、ああ結局ね、結局ね、またや、ゆうさんそろそろゲームしたいんじゃないですかやらせようとしてる？やらせようとしてる今もしかして？あ、分かんない。それでお客さんが一回休憩になるっていうんだったら、それはそれかもないけどね。そんなことないけど別にね。もしちょっとなんか最近ゲームしてないなーって思うんだったら、すっげえ家でゲームしたけどね。まあまあそうだったらいいですけど。まあまあ、まあ、昨日もおとといもやってますけど。だったらいいんですけど。いや別にやりますよ。やります。全然全然やりますよ。全然何それ何その感じこれで、うん、あのねこあれんなんでだあないんだん、うん、じゃあそっちじゃないねあそもそもこれが違うってことそれを取ればいいんじゃないあ取ってもなるか取って、うん、あもう使い切っちゃってるいやでも、うん一回そうね。戻して、これで、うん、あ、これでも繋がっちゃうじゃん。うん、ダメよ。うん、ダメダメ。ダメダメ。ダメよ。言っちゃった。ダメダメ。まっすぐだから。なるほどね。もうこれは回んないでしょ。これ回んないもん。やる？何を？これ。できるの？できるできる。本当に？本当本当。信じがたいな。じゃあお願いします。マジかよ。お願いします。ちょっとさっきのね、うん、あの一発でクリアしたの見せてあげたかったよ。ああ、そっかそっか。ね。あ、間違えた。
大盛り上がりだったのに、そういう時に限ってエイドさんはいなかったからね。お、下に回っていった。いただきます。ニーナマンありがとう。焼き豆腐うまい、うまい。これで、あ、じゃあ逆だ、ここにある。うまい、これか、うまい。何回言うねん。歯磨きしなきゃよかった。もう一回磨いたらええんや。飲みたくなって人は冷蔵庫を開けて飲んだらええんや。あ、ちょっと待ってね。これ、これ入れて。うまい。うん、酒取ってこい。これで、うん、うまい。あ、これで足んねえのか。だったら、うん、これで、これで、ここが、これだ。もう足りない。いや、これで足りるでしょ。これでこうか。で、2か。あ、どっから、え、そんな、まだあったの？あ、これじゃね。これでこれだ。まだあったんだ。はい、できた。これ、できたもん。あった。ないと思ってた。できたもん。ヘキサゴン。ヘキサゴンなんかできたもん。うん、まだ、でもまだあるよ、多分。まだある、まだある。電力リレーもね、博士失敗してるから。神経センサーの回路に障害があるみたいだ。はい。うん。あ、まだいけるよ。電圧どこがゴール？これか。3から4に。だから確定させなきゃいけないことをところを先にやれってことだね。こういうことだよね。うん。で、2箇所ある。ここに2箇所あるんだから、うん、ここは、ん？2箇所ある。うん。ここにも置ける。ここにも置けるよって。これ取れないんでしょ？あれ？2箇所あるの？2箇所あってこの状態で通せないよな。じゃあこれ罠か。ん？通らないって言ってもある。そうだよね、うん、これが罠な気がするから多分ここに3入れとけってことなんだろうな、多分。ん？多分こういうことなんだと思うんですよ。ほうほう。で、めったらこうだから。ジントニック飲んでるって。ビール4杯飲んだ。今から焼酎飲む。完全に完全に宴会じゃないか。宴会です。明日仕事なのにこの時間から日本酒飲み始めた人もいるぞ。みんな今日は水曜日だからほどほどにねって優しいね。こうでこうか。あ、できたできた。お、早い。終わり。すげえ江戸さん。そうだった。江戸さんはカードゲームもできるぐらい頭のいい人だった。SN 日に問題カードゲームできる人って頭いいんだ。頭いい。そうか。減らせれば。うん、それはこの調子でもう一個行ってみよう。な、確定させなきゃいけないとこだけとりあえず確定させちゃえば楽だと思うんですよ。カルピスサワー持ってきた人もいる。一旦2で全部やって。料理用の日本酒を、これリンゴジュースを飲む。ここにこれがあるっていうことはここ江戸さんすごい、すごい江戸さん、さすが江戸さん。うるせえ な, なんか江戸さんカードゲームもできて頭いい。すげえ、小木さんは頭が硬いんだな。ちょっと待って、地味に大きさをディスんだよ。サングリア飲む、やるな、カードゲーマー。おやつさん、すごい。すごいみたい。仕事中だからな、日本酒飲みたい。仕事しながら見てんの、大丈夫？仕事中なんだよ。いろんな人がいるね。これで、お紅茶飲むだろう、わかんねえな。料理用のお酒って塩が入ってるんだ。これで2だろ。あ、2はもう使ってる。炭酸水だったら。江戸さんがオクタビアスに見えてきた。どういうこと？博士っぽいって。ああ、ここ入れてんねんだ、うん、ここで1で5。この博士はね、頭いいんすよ。これが、あ、違う、あ、間違えた、え、どういうこと。うん、あれ、これで2でしょ。1、1多いのか。うん、ふんふんふん。おきつさんはワイヤレスコンをカメラ外で渡してクリアしたんでしょ。そんなズルしてませんよ。ずっと持ってたかな。これを2にすれんのか。はいはい、オッケーオッケーオッケー。できた。うん、うん、さすが江戸さん。あんま見てなかったでしょ、うん、これで終わりじゃない。もう一個じゃん。もう一個あるかな。あ、いや、ほら 100% いったもん。いった。はい、終了。よし。さすが江戸さん。終わりましたな。 2.8 ミリ秒です。お、なんかかっこいいバイザーができた。うん、ありがとう、ピーター。どういたしまして。これピーターいなかったら博士無理じゃん。有能。ちょっと博士小汚くなってない？なんかね。あ、自分でつけんだ。博士用でした、うん、あ、後ろにつけんだ。脳波だからってこと。ストップ。
さあいつでもストップできるようにね。あすげえ、脳波コントロール考えただけでラフレシアかな。もうプロポいらない。おお。すげえ。しかも脳波コントロールできる。考えるだけでいつでも止めます。おおすげえ。おお自分で指伸びる。すごい。あだからあれだ、人の動きを超えたやつができるよって言ってたからにすしたいって言ったからってことだ。おお。できた。さらに2つになってジャグリン。おい、すごい博士すげえ。これは人類の進化だよ。何個何個何個。おい大丈夫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 。おおまだいける。大丈夫か。まだいける。博士頭大丈夫かそれ。うお腕2本でこんなに超えちゃってんだろ。脳超えちゃってんだ。脳のあれを。あうわこれ CG のあれ作ったモデルの人大変そう。博士完成しました。そして全部綺麗に。まずまずの出来だな。それどころか大成功ですよ博士。ああお俺かゆいかゆい。手伝いますか。かゆい。頼む。取れる。え大丈夫なの。ああおー取れた。あ今ちょっと博士マジフラグ立てすぎだ。博士話してください。例のあれをとっくにバレているか。医者には神経変性疾患を患っていると言われた。なるほど。若い頃有毒物質を浴び続けたそのツケが回ってきたんだろう。電話おかしいもんいつも。僕に何か手伝えることは十分助かってる、うん、腹の立つことに筋肉だけが蝕まれていく、うん、脳は今まで通り機能するがそれでか動かすものがないんじゃな。自分のためだったのね。話したのは君だけだ。なるほど、ね、秘密は守れるね。秘密は守れるね。もちろん。ああもし君がもっと将来性のある職を探してるなら、うんうん、僕が実現したいのはあなたのビジョンですよ。ここです博士。あなたが諦めるまで、うん、僕も諦めません。そう、ね、一緒に頑張りましょう博士。ピーターが手足となって一緒にやっていくよと。手足となって手足を作るっていうね。おー酔ってるの。じゃあピーターでいいんじゃないか。ちょっとじゃ基本理念はオットが作んなきゃいけない。神経インターフェースの可能性について実に興味深い記事を見つけたんだ。見ておきます。どうも。読んどけって。そうね、あそこにあるから、うん、あれですよ、またあの増えてる棒。あバナナ。バナナだ。博士のお気に入り。お気に入り。大学院で放射性同位体の操作に使ったんだっけ。なるほど。これ見てるとやる気になるって。これ見てるとやる気になる。あ、昔のあれを思い出してってことじゃん。なんだろう、うん、思い出の砂で。あのグラフのやつ多分先やれますよ。グラフのやつあの合わせるやつ。おこれ何ですか。こんな素材初めて見た。なんと溶接用の素材で驚異的な磁気絶縁で神経インターフェースと腕との総合線を抑制できるんだ。はあ、インターフェース用のゴムみたいなもんですか。ゴム、うんうん、電気通さねえみたいな。電気通さねえみたいなね、うん、メインはそれだね。どこだどこだ。あれどこだっけ。あそっちか。強い絆あったわ。これ大きさが得意なやつね。得意なやつ。ああ一番下まである。これやる。一番下やるってことだよね。一番難しいのが一番下。いけない。あ完全クリアか。完全クリア。そうそうそう。だからこの間ね1,2,3,5個ある、うん、そうね。一番下やる。やろうよ。一番難しいのを先にやってしまえばあと楽だから。そうそうそう。これで何分かかるか知らん。それじゃ科学の時間と。これめんどくさそうなやつだな。数が少ないっていうことは逆にめんどくさそうな気がする。6枚、うん、2枚使わない。これかこれや。前1個やるか。スタッフが足を引きずりながらなんかこれ始まったからしばらくカメラチェンジねえなっつって多分、うん、この3枚。うん、あでも割とすぐじゃないこれ。あれあ変なことないか。どうするあれ。あれとあれであれでいけんじゃねえか。と、うん、これと、うん、うん、あと何。あれ
できたんじゃないんだ。あ、これ、え、違う。それだと右が重なりすぎちゃってますね。ん？うん。ん？これは合ってるでしょ？ここ、うん、ここがないけど、うん、これ赤残した状態はダメなはずだから、それをやればダメだね、どっちみちね。俺これ本当に苦手だよ。うん、そうね。そうすると消えるけど、ここもなくなるから、そうだね、うん、これがダメな、ダメだね。そうすると、でもそうすると二重になっちゃうから、二重になっちゃう。うん、二重になっちゃう。二重に入れてみれば分かるよ。二重になっちゃう。何が二重になる。あそこの両あの二つが、これでいいんじゃない。あ、それだと消えるよね。あ、そっか、うん、消えるところが違う、うん、これ右もできてるじゃんって言われた。え、さっきできてたらしいよ、何かを1個入れれば。何が。もうできてるじゃんってどういうこと。できてたのに変えちゃったわっつってなってる今。え、うん、これ分かんない、どれが正解だったか俺も分かんないから。入れて、うん、取って、うん、取って、違う、取った、取っちゃった。あ、いや、あ、これでさ、あれ入れたらどうなんの、右のやつ。あ、ダメか、2本線ができてないか。ダメでしょ、うん、うわ、もう頭回んねえ。これか、これ入れたらいいんだよ、これを。お、これ来た。あ、ダメですね。何が。あ、ここが1本多い。うん、あ、さっきできてたのってそういうことか。なるほどね、やっと俺も分かったわ。あの車線のやつあるじゃないですか、うん、あれはいくつ入ってても大丈夫だわ、うん、そうだよ、そうだ、俺それ間違えてました、俺が誘導したじゃん。え、だごめん、もう分かんない。そうか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 、なるほどね、そこは OK なんだ、分かんない、うんうんうん、これでダメで、何がダメ。ここが1本多いからダメだ、これが。そこが1本、このライン、うん、そこが縦このライン、うん、そういうこと、そういうこと、うん、ってことは、うん、これ取って、うん、うん、取ってないか、取ってダメか。ダメか。やべ、最初の形を覚えてないから俺もわかんない。もうわかんなくなっちゃったよ。やっぱ酔ってんじゃないのか、大丈夫か。わかんなくなっちゃったよ。そんな、ほんのちょっとしか飲んでないけど、これを入れて、うん、ここに1本欲しい、うん、ダメ、いや違う、うんうんうん、うん、言っても分かってないでしょ、ね、相槌打ってるだけですから、うん、言っても、あくまでこれと、うん、これと下のやつか、え、それと下のやつ、これ、あー、これでいいのか。消えるか。これじゃできない。うん、じっくり考えよう、うん、まあ確かに残り6個だから、あ、デスポーに入れてってもいつかは当たる、そういう、うん、確率も、うん、惜しいっつってる、消去苦手なんだよな、うん、これとこれ使ってさ、うん、これとこれ使ってさ、うん、これ一緒か。あ、で、これじゃん、これでどう。そっか、うん、これがね、そこがあんのよね、そこがあんのよね、わかるわかる、うん、もうできてる。さっきから右2つは合ってるのに正解を外す。え？どれ？ん？右2つが合ってる。あ、それ、ん？ん？これ、やべ、俺も消えちゃうじゃん。俺も分かってないからな。これ消えちゃう。それは消えちゃう。うん。で、これここを消しちゃうとダメだもんね。だって2本にしなきゃいけない。あ、右、一番右が2本です ね、うん、じゃあ右にあるのは使わないってことですね。右を消すやつは。ものによるのかな、うん、それで取る、取った。で、で
消したい、うん、ない日本消える、うん、違う当ててってみればいいんじゃない、当ててってみればいいんじゃない、いやそんな、うん、そうね、それはそれだとダメだから他の当てる、わかんない他のって3枚しかないよ、まあ3枚しかないね、うん、下からいくぜ、うん、惜しい惜しい、ということは、ということは 何がということということはこれしかない、合うわけない、それは合わないんだけど何ということはということはって何さ、いやいや、うん、えできてる、いや、あとはその左が合ってるとは限らないのよ、実際そう、その通りなんだよ、合ってんだろ、うん、なあなあ、合って今合ってないの、うんとね、違うの、一個だけ俺思ったのが、うん、左のさ、一番上あるじゃないですか、それって機能してます、うん、ですよね、ですよね、はあ、うん、機能してないですよね、それ本当だ、うん、あれ上どっちだ、うん、うん、うん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 、はいはいはい、でこれを使えればそれは使えないですね、はい、それは使えないですね、使えれば、はい、いける、うん、使えればいけんだよ、そりゃそうなんだけど、全然わかんない先生、あ、これで、うん、違う、うん、これじゃダメ、これでこう消えるから、あそことあそこ一本とっていうのがなければダメですね、そことあそこ一本なければダメってどういうこと右から2番目が一本と左に消すっていうのがないとダメってやつね、今の2枚じゃダメなのか、じゃあ左もう一枚何か入れないとやっぱり正解にならないんだ、じゃあさっきのじゃん、いや別にそれじゃなくてもいいけどね、あの2本消す、あ、2本消すダメか、2本消すを消えちゃいますね、そうか、そう、そう、確かに、だったらそれ、うん、それが正解なのかな、じゃあ左の真ん中のやつでいいじゃねえか、これ、うん、これは何、真ん中のやつ、ここに持ってくるの、うん、そしたら合うんだよ、確かに、こうできた、だからこれをこれここ消せばいい、これいらんって、これいらんね、うん、ここ消すの、そして1本、あー、できたできたできた、なるほど、これ入れん、うん、おい、あー、できたやっとや、これで良さそうよかった、いや、一番難しいのクリアしたから、あと楽よ、よし、うん、全部やった、もうやろうやろうやろう、まあでも今日やってしまえば、うん、これに繰り、ね、調べてみ、繰り返しやる必要なくなるから、またはーっつってるよ、はーっつってるよ、多くないですか、なんか多いっすね、多いっすよね、うんうん、いや俺これすげえ難しいと思うけどな、これじゃできないか、ただここで今日ここ全部クリアすると、うん、トークン4つもらえるから本当、うん、それでだいぶ楽よ、本当、うん、ぐっちゃぐちゃになってきたでしょそれどれ入れてた？これ入れてた。うん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 。で、3本消しがあればいいんだけど、3本消しはさすがにないね。3本邪魔なのか。うん、はいはいはい。あれだ。左の棒が、うん、ここあるパネルが3枚しかないので、そのうち2枚は絶対使うんですよ。重ねなきゃいけないから、そう、うん、だからそうしたらおのずと答えが出てくるはず、おのずと、うん、おのずと出る、うん、それ2本重ねすぎだなおのずと、うん、うん、あー、はい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 、わかったわかったわかった、うーんとね、わかった、言ってください。俺言っていいの？それと一番下と、そうと、あと右2個消すやつ。これが確定なはずなんだよ。ここは多分ね。
1、2、うん、あ、これ全部使うんだ、うん、あとは任せる。え、うん、これ、うん、おお、来た。自分の残り突っ込めばできんじゃん、うん、この理論でいくと。おお、そういうことですよね。オッケー、素晴らしい。これ溶けた時のこの頭がふわってなんか、あんま来ない。一番最初江戸さんにしてもらったから。あんまふわっとして100チェア入ってる。100チェア、いやふわっとした。超電導体でテストしてたんだ。超電導体で、うん、あれ超電磁応用的なやつですかね。超電磁パワーパワー。あれこれ 1,2,3,4,5,6,7 7個しか使わないのか。 1,2,3,4,5,6,7 1個余るわこれ。なんか邪魔そうなやつ。邪魔そうなやつ。あーそれすげー邪魔だな。あ、でもそっか、消していくっていうスタイルが足りないか。あ、これ、うん、お、あ、これは確定じゃない、これ多分。とりあえず、うん、これ確定の気がするよ。そんなにため息つくほどではねえんじゃねえかい。本当、うん、わかんないけど2本目にあって、うん、これとこれでいいのか。これとこれでいいのか。で、はい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 、ああ、もうこれあと3つだったら全然もう適当に入れてみればいいんじゃない。適当、これとこれでいいの。ああ、いや、それじゃ、うん、それじゃな、あ、それで、おい、やってた、ごめん、俺が間違った。完璧、うん、でもまあどんどん簡単になってるんですけどね。すごいな、だんだん簡単になってる。複合酸化物のセラミックか。完璧な第2種超電導体。ネットゲノンだ、だからやるんです。外部コントローラーには向いてるのかも。外部コントローラーに向いてる。うん、あと2個。いい、もう簡単ですよ。うん、簡単？じゃあやってください。ちょっと休みたい。ほらまたこれほら。7枚もあるもの。そんなでもないよ。でも俺も苦手なんでこれどっちか。それまあまあまあそうしたく。あれ、なんで重ねちゃったんだ。その範囲なのでいいのそこ。とりあえずね。うん、いや消すのがないからさ、ここ。これもこっち。あ、1個あるか。1個消すのがあるか。それダメじゃない。全然見えない。見えないってこと。目が見えない。あ、3つだから。ん？あー、はい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 。これ、え、これはもう使ったん？違う。違う。あ、ちょ。あ？あれとあれだ。あ、違うな。ん？これと。ん？ちょっと待って。俺もわかんなくなっちゃった。これで、これ消して、これで1本足んねえのか。あ、ほんとは1本足んねえや。これは使ってあるやつ。これ使ってない。どれこれ。それ使ってないよ。使ってない。うん。うん、で、うん。でしたね。これか。うん。はいはいはい。これもうあとは。色がもうわかんねえんすよ。どういうこと。これとこれでいいんだね。あ、そう。うん、やっぱりあれですね、簡単になってってますね。なってる、明らかに。次もっと簡単なはずだから。本当組織直結インターフェースには使えそう。でももっといいのがある。どんどん難しくなるよりなんか気分が楽だね。だからだいぶ楽だね。かなり一番最初に難しいのやったから。ほら、だって上から4番目だもん。余裕ですね。合ってますよ。何に得意かって。グラフェンの生態適合性をテストしてたんだ。また難しいこと言ってるよ。自分のセリフでしょ。自分ニーナマンに言って。それはもっと簡単なあの日本語訳にしてくださいっつって。これとこれね。逆にあれだよね、そういつも思うんだけど、ゲームの専門用語とか、うん、あ、まあこれは科学の専門用語か、時とかのローカライズって、うん、いや調べなきゃいけないはずじゃないですか、知らなかったら自分が、うん、だそこってどうするのかなって。調べるんでしょうね。すげえ簡単に言われた、うん、医学博士とか科学博士とか知り合いがいっぱいいるじゃないですか、うん、ああそういうこと。あ、これすぐできましたね、もうね。嘘、うん、どんどん。あれとあれとあれですよ。当たり前なんだけど。3枚ですから。そんな難しい。これと、そう、うん、声だ、うん、声だ、
あ、これで全クリだ。でけたんで。これで、あの次のページが出てきたりしなければ。細胞毒性が高すぎる。インターフェースには使えそうにない。分かんないな。一応これに関しては、このプロジェクトに関しては全部終わりだ。クリアボーナスもゲットですね。うん、ゲットですよ、これで。やめ。イエーイ。あとあの ルートのやつだけだわ。ルート。あ、ほら、さっきやってた。そうそう、あれがどっかにあるから、あれをクリアしちゃうかどうかです。まだある。どこだっけな、置いてあったところ。場所が違う。向こう側かな。あれ？うん、あ、それそれバナナ。なんかさっき。それバナナ。あ、いや、それか。あ、違うな。あ、それあれだ、録音のやつ。くしゃ。あ、切れてる。なぜ私は同じ過ちを何度も何度も繰り返す。間抜けたノーマン・オズボーンを信用するなんて。何言うんですか。大将に関わらず、ノーマンは他者の損失を食い物にするような男だ。実に腹立たしい。ちゃこってる。だが今に見てるがいい。無力な者の気分を奴に味わわせてやる。博士たちって思ったより付き合い長そう。それだけ、感想それだけ。ニーナマンがググるんだって。へえ。それを、要するに英語で書いてあるやつをなんとかスペクタルブなんとかとかって書いてあるほうほうほう。ググって日本語訳、あ、これねっつって。なるほど、うん、それをこうさらに分かりやすくしていく仕事をしているわけですね。検索得意になりますっつってだからそう、超スーパーググリマンになるから。スーパーググリマンどんな言葉だね。やっぱりそうなんだね。あ、なるほど、メインクエストで博士がいるから、あれ触れないのか、今。じゃあもう、まあじゃあ、うん、いいんじゃないですか。ここにも何かある。 それは、あ、壁にあれですね、ライノとかいろいろ書いてあるやつ、うん、エレクトロ、うん、スコーピオン、うん、ライノ、うん、バルチャー、うん、なんでここにこんな貼ってあるの。この中ではバルチャーが一番頭いいかも、うん、まあ3回分の終身刑避けられるほどじゃないけど、それでも切れ者。切れ者。3回終身刑になるほどの犯罪者なんだ。危ないですね、うん。ギャングの用心棒から歩く戦車へ。戦車。ライノが壊したビルの合計マンハッタン3個分はありそう。3個分ってすごいんじゃない。こんな大暴れしたんですね恐ろしいね。あのしかめっ面が恋しい。ちょっと可愛く見えてくるねちょっとね、あ、その人人ですからね。そうね、うん、スーパーヴィランとの戦いはエレクトロが初体験だったな。なるほど。それまではかっこいいスーツ着た一般人が相手、うん、エレクトロで全て変わった。あ、なるほどね。スーパースーツだけだったんだけど、派手なやつがいっぱい出てくるようになった、ね、出てくるようになったんだ。そういえばスコーピオンに頭蓋骨の中身見せてやるぞって言われたっけ。しかも僕の、あいつマジやばい。勝ち割られる、うん、というヴィランたちがいるという、うん、これピーターの部屋だっていう話、うん、お、あ、これはもしかして、あ、いや触れない。あ、なんか前メールがなんとかってやったところだもんね。これピーターの部屋汚いな。置きっぱなしだぞって言われて、うん、ここから先に行けないくなって、行けないですね。カラフルですね。オットーのオフィスへ行く。はい、もう行きましょう。行きますか。こないだここ見ずに行っちゃったんだよね。そうね、そこは、うん、入れなかったんじゃ。あ、入れたんだっけな。入れたけど、はあ、ここで面接受けたんだっけな。お、来る前に強盗捕まえてさ、シミだらけのシャツ着て10分遅刻。まさか雇ってくれるなんて。後悔してないといいけど。最初から遅刻で入ってきてるから、もうそういう認識なんだね。最初に言われたらもう大脳基底核に直結のインターフェース。直結インターフェース。すごいけど危険だな博士、ガリウムシルクのアレイが必要ですよ。アドバンスド。それでも負傷するリスクが高い。ガリウムか、天才だな、はい、リスクなんてすぐに克服できる強気だな。すげえ褒められた ね、うん、遅刻魔だけど博士は重症だ。あの様子だと1年以内に運動機能を失う。マジで。一歩間違えれば当該内移植で症状が悪化する、うん、しかも人格も変わるかも。人格が変わる。慎重に進めないと。脳のあれか、そうか、脳だけになっちゃうからってことか。通常のその四肢とかが使えなくなっちゃうからってことでしょ。筋肉が衰えちゃうとかなんとかで。うん、あれ酔ってる。いやいやいや、そういうことなんでしょう、うん、これでもういいね。メイおばさん、メイおばさんからメール。ああ、博士、おばさんからメールが来て。ああ、構わんよ。休憩しようと思っていたところだ、うん、テレメトリーデータを確認したら休むよ。
どうも、2、3時間で戻ります。戻ります。あ、戻りますな。メールなのに今日はどうすんのちょっとおばさんのことほったらかしすぎだもんね。あの、同時にいろいろ入ってきてるからね。うん。なんだったら MJ… このスーツちょっと変えようかな。意外と手がね、ごついんですよ。一般人だもんだって。ほら。コスプレ一般人だからね、これ。うん。ウェブが大丈夫。変えまーす。いや、あ、新しい出てる。ニューニュー。何これ。ステルスプロジェクター。ほう。湾曲？湾曲かな。湾曲？フィールドを作り出し、警戒していない敵の視覚から見えにくくする。おお。まあステルスだね。トークン、チャレンジトークン。ステルスの割にすげえ光ってっけどな、なんか。俺これ4倍マンだろう。これ？チャレンジトークンと拠点か。うん、ああちょっとあれですね、やんなきゃいけないですね。あ、スーツ改造も増えてるね。ニューが出てる。なんだ、2つ出てる。リサーチトークン、ダメージを受けるとガジェットの使用回数が変わる。これじゃね？いいね。これおぎさん用じゃない？これいいね。これなんかつけとけば。違うよ。もう使ったあのウェブなんだ。ウェブボムとかを。ウェブボムとかどんどん回復して。回復していくでしょ。うん。帯電アウターメッシュ。プラズマ放出メッシュがスーツ表面を帯電させ、触れた敵にショックを与える。発動後は再帯電が必要。ああいうカウンターですね。当たっただけで向こうに攻撃が、ビビビビってなって、まあ、再チャージが必要だけど、とりあえず1回カウンターできるみたいな。でちょっとするとまたカウンターできるっていう、とりあえずそれちょっとまあとりあえずいいかな、うん、ごめんなさい限界なんで寝ます、おやすみなさい。あの別に無理しないでいいんだよ。おやすみなさい。スーツどうにしようかな。黒いスーツばかりだぜ。確かに。じゃあ久しぶりにクラシックスーツ。おお。お、懐かしい。スパイダーマン。あ、一番下増えてる。増えてます、ね。なんだこれ。敵を打ち上げ、短時間空中に留める。浮かしちゃうんだ。すごいねこれ。どういう技術？あ、それはアンロックできますね。さっき言ったパルス。出ますやつ。うん。来た。ドン。うん。拠点語り。そうなんだよ。だからこのゲーム結局メインだけ進めてると、うん、トークンが足りなくてパワーアップができないのね。でパワーアップができないと、うん、メインクエストをクリアするのが大変で、おばさん、もしかしてまた遅刻？いや今向かってるとこだよ。マイルズから連絡あった？いいえ、でも向かってるってお母さんが。そっか、僕もすぐ行く。じゃあね。あ、そこにこれはチャレンジがあるね。どこだ、どこだ、これ、あ、それだ、これ来た。やってみ、全部隊へ。仮面のテロ集団がバスをハイジャックした。ミートパッキング。これ絶対あいつの仕業だよね。ドローンを使って街中に隠しカメラを設置してるのか。カメラ回収してドローンを壊そう。なるほど、これ結構難しそうだ気がするけどな。シルバトルにはスパイカメラ。経路に落としていくドローンを追いかけよう。青い接続エリアを通過するとボーナスポイントゲット。ああ、だからか。よく、まあ、やってみましょう。追いかけてみよう。あれだな。青いあれをうまく追っかけていくんだ。青いラインを。あ、それが今んとこです。触れたらボーナス、触れてないからノーボーナス。そう。ああ、ナイスボーナス。左左左ドーン。なぜなぜなぜそれを。はい、取った。どこだどこだ。ボーナス6000になった。よし、上にいる、上にいる。あそこにもボーナスがあるけど、もうええやつ。クリア優先ね、一旦ね、最初だから。あ、ボーナスか。うん、そうボーナスです。あ、そのボーナスある。取りつつも、あれどこ行った？向こう左行った。あと、あと27秒、26秒。タイムがあるのか。タイムがもちろん。危ない、危ない。取れなかったけど、もう行くしかない。150m。あー、でも近づいてきた。右です。そこだ、そこです。え、そこです。それじゃドローン回収と。どこに行くの？あと3秒だよ。
あ、ぶんね回収しました、回収しました、ぶんね、あぶねえな。1個ゲット、いや、1個手に入れた、いいね。腕はあるようだな。私もやりてね。いいね。はい。他のもっと簡単なやつで稼ぎたいと。ね、そういうことね。ま、とりあえず一件落着、うん。そういうことね。マップ見てみれば、もしかしてチャレンジが近くにあるかもしれない。あ、このエリアはもう今のでクリアしちゃったのか。他のエリアじゃないとないから、右上ですね。北東にありましたね。今チャレンジ、うん。だいぶ遠いぜ。あと拠点も必要だしね。あ、拠点上北にあるね。それね。遠いね。まああれですよ、ファストトラベル使えばいいから。ファストトラベル、うん、どっか使えるとこあれば、うん、使えるとこあればでしょ。ないでしょ。ないね、うん、あ、遠い、ちょっと遠、あ、メインミッションがそもそも遠いのか。貴様は嫌いではない、向上心もあるしな。チャレンジのやつじゃん。それはどうも怖いストーカーさん。クリアしたから。私の名前はタスクマスターだ。自分で自分のことマスターって呼んじゃうわけ。街中で傭兵の一団が犯罪行為を働いている、うん、その傭兵ってあんたが雇ったってオチじゃないよね。違う。だが奴らの報酬がいいことは知っている。貴様が奴らを止めるんだ。何の得が。貴様を観察し学べる。あ、今待ってよ、今待ってよ、今待ってよ、そこそこ、あれ、これブラックキャットのやつが近くにあるんじゃない。渡辺警部がやっと僕を信用してくれた時、番号くれたんだよね。簡単なことじゃない。ユリコ渡辺、僕に手を貸してるってバレたらクビになるし。ユリコって言ったんだね。で、通称ユリなのね。後ろにあるね、あそこにある。じゃあ、光ってる、めっちゃ光ってる。うめよ、すごいね。眩しい。私が警告していた問題に直面するご婦人か。絶対僕をおちょくってるよね。でもこっちも尻尾に近づいてる。もうでもさっきあの猫のあれがあったから、そこの近くじゃねえ。あれ、さっきの猫のあれどうだった。か、あ、それか。あ、ブルってるブルってる。あ、いたいた、光ってる。チラッ、見つけた。ここって大物弁護士の家。顧客リストで次のターゲットを探すつもりか。悔しいけど本当に賢い猫だな。うん、あれはブラックキャットを描いてるのかな。じゃないですか。なんか猫のアイコン出た。そこで青いのが。全部隊へ、壁の集団から発砲を受けています。ユニオンスクエアで事件発生中。応答を。まあまあいろんなことが起きるのがニューヨークですから。あー、目の前ですね。これはデーモンたちはフィスクよりも厄介かも。ダウトですね。ダウト。みんなは怪我人の代表、僕に任せて。あ、新しいやつを使ってみたい。あれ、どうですか。あれ、新しいやつ。あ、ショックブラスターか。はい、来た。早いな。あの、連射しないで。デーモン字幕になってます。そうだ。すげえ喋ってる。すげえ喋ってる。ロケットランチャー。ロケットランチャー。うわー、おじさんと一回メタルスラップやってみて。なんで？面白いことない。お。ならいいんだけど。ヘビーマシンガー。あ、バイバイ。っていうの？それ。あ、知らない？知らない。え、メタルスラッグは知らないのか。メタルスラッグは戦車の旅するやつ。そうそう、戦車のやつ。戦車の旅する。あ、それはあれです。メタルマックス。メタルマックス。何してる？おお。わあ。うわ。うわ、すんげえ連射する食わってっけど。警察がいるのね。警察、あ、そうね、あの、それがね、たまに間違うんですよね。うんにゃ、はい。あとはさあ、わー、倒した。ここはやっぱやったやつ。君たちに任せるよ。よし、あ、そんなリメートだ。このミッションの前、まだ油断しないで。言うて1時半ですからね。え、合ってますよ。
マジでか、うん、割とあっという間よいしょっとガッいったさあさあさあここで何してマイルズあれ行方不明マイルズ行方不明だったのうんちょっとさっき言ってたよね。終わった。うん。今 DDT やろうとしたじゃない。大丈夫か。根性あるぜ。DDT は3時にやっちゃダメですよ。痛い痛い痛い。てめえいい度胸してんじゃねえか。息切れが半端ない。うん。あどう。これは、うん、どこあれ。大人が寄ってたかって子供をカツアゲするなんて本気？戦う戦う。ロックンロールだぜ。俺強いのそれ俺よくわかんないんだけどちょっとわかんないけどロックな感じなんすよ、うん、そう普通にブロッサムでいい気がするんだけどなそう吹っ飛ばすけどダメージどのぐらいなのかな分からん、ドーンドーンもういないもういない、はい、怪我は余裕じゃないですかまあまあまあ言うておきさんもだいぶ戦ってますから怪我はあなたスパイダーマンあそうですねえあのスパイダーマンだよねそうだよみんなのヒーロースパイダーマンそうそうそうジェイソンはそう思ってないみたいだけどさねアイドルイベントに初めて来た人みたいになってるけど大丈夫大丈夫プロに任せるんだぞ大丈夫もう手離せないみたいなわかったでも笑顔プロが近くにいなかったら身長が2倍あるやつにパンチするのは危険だろ そりゃ僕も自分より強いやつと戦うけど、もっと強いやつと戦いたい。でも僕は、あ、ブルックリンブリッジのライノの時みたいにかっこよかったな。そういうこと。相手が大きいなら素早くないとね。そうそう。だろ。当たらなければどうということ、ね。そうやって簡単に言うけどさ、あなたみたいに戦えないよ。うん、じゃあやってみる。え、本当に？もちろん。かかってこい。ほい。なるほど。ジャンプ、ジャンプ。ルール1。我を忘れないこと、うん、ゆっくり深呼吸リラックス腰はまっすぐ敵に先手を打たせる足を使って軸がずれたら隙をついてパンそうそんな感じオッケーそしたら当ててみてすごい顎にオッケーいいいつだやば当たったあごめんあ全然いいんだ気にしないでその調子でやれば勝てるよよし授業終わりまた、ね、だからね待って、うん、あのありがとうそのいいんだよえ本当によかったねいい今あのスーツじゃなくてスパイダーマンパンチしちゃったあ自信持っちゃったマイルズ自信持っちゃったあれマイルズ編かあ違うかあいやマイルズ編かそんな感じしますねこ の,、うん、この感じシェルターはこの先のはずマイルズ編ですおネズミえでかっようマイルズなあさっき誰に会ったと思うなんとあのスパイダーマンマジすっげえハッキングアップに見せてあげたあそうだよ見せればよかった見せなかったの買ってもらえたら今頃有名人だったのに次は絶対忘れないあ行かないと遅れたら母さんに怒られるオッケーまたなファーマーズマーケット近道しよう。キングアドアプリがアンロックされた。あ、なんか言いたい。それはちょっと言い方が何が言いたいの？例えば観光客が減って機会が生まれるわけ。デカダンスハッキング対象を狙う。あ、そういうこと。ハッキングアプリまだ使えるかな。おしっこ。岩盤浴マッサージの。ハッキングした。あ、音楽を変えたんだハッキングアプリで。かっこいい。ノリノリになった。へえ。しまくり。露天。あ、すごい魚。さっきの魚たちですかね。さっき。さっきのじゃねえな。さっきのじゃねえだろうな。カニもいります。カニがいます。小木さんちなみに魚介で一番何ですか。タチウオ。やかった。タチウオなんだ。ちょっと危ない感じします、ね。うん。検問所を通過する。あ、うまく、あ、ここは別に勘弁してよ、もうこんなとこで足止めドローンに見つからなければフェンスを越えられる何てことするんだ、あ、ハッキングするんだドローンを
マイルズも結構やべえやつだな。楽勝だったな。セーブルのセキュリティ案外脆弱。ネットに情報流しとこっかな。ほんと誰だな、おい警備大丈夫か。ちょっとやばい。まだハッキングアプリ失敗するなよ。警報鳴らしてみるとか。あーで向こうに気を引かせておいて。よし、それじゃ行こう。右に人いなかったら大丈夫か。いるよね、いるよね、いるよね。それ行くんだ、それ行くんだ、行けんだ、それ行けんだ、それ行けんだ。それじゃあ、ね、まあいいや、行けたならいいや。右の足場越えていくからな。行けましたよ。ザルだからシルバーセーブ。おっきさ、深呼吸、落ち着いて。たまにその大胆なのがもう全然理解できない。そこでさ、ならそう自分も。最近じゃセーブルインターナショナルの制服の話で持ちきりだ。視聴者爆破事件の容疑者探しで警察と協力してるって話だろ。一応いけんだ、いけんだね、それね。で、からの、あ、こっち大丈夫、それそれさ、それ大丈夫、それこの番組に出られて、それやばいんじゃない。うわぁ、さすがにね、行き止まっちゃった。さすがにダメでしたね、行き止まっちゃった、うん、見つかってしまった、うん、どっからだろうな。ここからあそこに行く。意外とあれか、こういうところから行けんだ。ああ、そうね、ハッキングだからあくまで。それもやばいね。それどこ、あ、それどこだ、どっかあんじゃん。周り見てみるとハッキングできると。あれだ、あれ、え、あれ、ああ、車か。うん、ああ、いきなり動いちゃったからね。こっち見るなよ。パタパタパタンっていくんだじゃん。僕オッケー、もう安全です。あ、母さん、母さん、もしもし、フィーストには無事にたどり着けたの。あ、うん、もう着くよ。マイルズ、無理してシェルターで働かなくてもいいのよ。でもさっき、カツラズ寿司、母さんは選択肢をあげたの。僕はセラピーよりもこっちの方がいい。セラピーで言ってたよ、悲しみの癒し方は人それぞれって。うわ、すっげえ速さでネズミが走ってった。そう、分かったわ。母さん、すげえ U ターンしてた。話さないからって母さんのこと嫌いってわけじゃないよ。ああ、マイルズ、愛してるわ。どこ、シェルターは。二人で乗り越えましょうね。ねえ、もう切るよ、帰るとき電話する。やべえ、カツアゲされる。で、なんで、なんで。怪しい人が、あんするよ、あっちだった。フィストシェルターに行くなのね。あれ、これピーターとまた会っちゃうんじゃないの。さっきのスパイダーマンのあの下りから、ピーターとスパイダーマンはこんなに似た時の扱いが違う、差が違う、差が違う、うん、で、あれだ、ピーターが、うん、で、あのさっきのパンチ痛かったって言っちゃって、うん、いいね、そのまま深呼吸してすぐに戻るよ。嘘じゃない。いや、マイルズ、ピーター、あの、気持ち悪いやつ。気にしないで、ようこそ。それで、その何すればいい。そうだな、とりあえずはここに慣れることから始めよう。みんなと話してきて。頼むよ。コーヒー好きが多いんだ。コーヒーね、ああ、コーヒーだよ、コーヒー。少ししたら様子見に戻ってくるよ、それでいい。多分。ああ、ホッジズさんは平気だよ。ホッジズさんは噛んだりしない、危ない人、そんなには、うん、本当に。ホッジズさんにコーヒーあげる。お、割とやばい人だね。この人コップ持ってるな。あ、持ってるね。コーヒーは。どうも。クロスワード好きだな。今つぶしには持ってこいだよね。手伝う。俺人生でクロスワードって何か知らないな。素粒子の一種だね。ほら、例えば陽子とか中性子とかハドロンの構成要素。素粒子ね。ハマった。また素粒子。お前やるな。ったく、このオンボロ。正解じゃないと思ってたんだね。素粒子って書いてみたら合ってたのか。あ、まだテレビ。僕が見てみましょうか。ああ、ほら、学校にもブラウン管あるから僕にも直せるかも。ブラウン管なんだ、まだ。こういうのは何とか叩いてみりゃ治るもんだ。ほら、叩きすぎ。それか、同軸ケーブルが原因かも。同軸ケーブルね、うん、
懐かしいね。懐かしい。接触悪くなってるのね。ファミコン時代とかね、あれをガリビン君やったやった。やってみてね。詳しくなりましたよ。なんとかしてファミコンをつなごうと思って、ね。そうそうそう。あの白いユニットにね。今もなおジェファーソン・デイビス巡査を称える声がやみません。先日の視聴者爆破事件で巡査は最後の瞬間自ら盾となって市民を守り英雄として殉職しました。きつい。カップが空だ。カップが空だ。そして弟のアーロンさんというご家族がいました。ヒーローだ。吹っ飛ばされただけでちっともヒーローじゃねえだろ。アーニー、マイルズと仲良くなった。新しい助っ人だよ。お父さんの話聞いた？デイビス巡査。あ、お父さんを亡くしたばかりで辛いはずなのにここでボランティアするって偉いよね。ああそうだな。これはどうもな坊主、親父さんのことを気の毒だったな。マイルズ、そう言うしかないよね。キッチンでおばさんが待ってるよ。うん、やべ、サンドイッチすごいね。おばさん、すごく泳ぐけど、ほら見て、まあ、人数多いからね。マイルズね、はじめまして。ほら、エプロンつけて、手を洗ったら説明するわ。まずいね。ねえ、ピーター。そうか、聞いてたのか。あの、ね、さっきはありがとう。すごいな、ピーター。いいんだよ、そりゃヒーローだ。優しさだね。優しいよ。もう午後か。マイケルズ博士が移送されるはず。バワリーに気をつけないとな。そんな明るさまに言うの。芝居下手だ。なるほどね。ピーター、気をつけるのよ。はい、セーブルの巡回が厳しくなってるみたいだから。おばさん切れてない。おばさん何を切ってるのか。ごぼうですか。ごぼう、いや人参じゃない。かつお節ですか。かつお節じゃないでしょ。ね、はちょっと向こうから包丁じゃ無理だよ。向こうかつお節ないはずだよ。もちろんよ。人参ですね。ちゃんとした方がいい。ご両親とおじさんのことをメイから聞いた。あ、葬式でひどいこと言ってごめん。気にしないで。いいんだよ。ねえ、いつでも気軽に電話して。番号教えとくから。あいつまた食ってんぞ。無視された。あ、あいつまた食ってんぞ。サンドマンの目を見て言ってやったの。ここはシェルター。まった。盗むものなんてない。消えてって。大成功。本当に？それすっごい。パーカーさんの話は面白いな。また食ってますね。食って、それでまた入れて、混ぜて、で、もうちょっと混ぜた方がいいから、もうちょっと混ぜて、でもうちょっと味見しないといけないから、おお。うまいんだよね。お前さ、毎週食ってんな。ずっと食ってる。豆スープ毎週食ってんな、あいつ。大丈夫かよ、マジで。びっくりだわ。本当に。微妙に味が気に入らないんだよ、コメントで。娘さんと親友だったの。いつもうんうんつって混ぜてるだけだもの。わだかまりがあるんだ。話をしてるなら望みはある。諦めんな。そうそう、キャムの言う通りだね。ね、あの何、唾液に含まれる何かで美味しくしてるのかもしれないから。うまみ？おにぎりのなんか手の菌があってみたいなやつよ、イメージの話。でもほら、昔の人は皮舐めすときに、その唾液の成分がないと舐めせなかったっていう、なんか腹の油とかね。なんかそうそうそう。あ、なんかこのミッションで終わりにしようと思ったけど、なんか普通に終わっちゃった。普通だった。うん、戦闘もないままこう終わってしまったね。どうしますか？ちょっと普通すぎませんか？ねえユリ、ちょっとバワリーに行ってマイケルズ博士の護衛してくる。ほら、一応ね。あ、出てるね。やめておいたらシルバーセーブルが歓迎するわけないでしょ。さすがに撃ったりはしないだろ。そうね、ゴブゴブってとこ。わかったよ。バレない程度に近づいとく。念のため。あ、来ちゃった。7000だから、さっきみたいにボーナスがあるやつじゃないので、単純に早く行けですね。これは爆弾チャレンジ。爆弾チャレンジですから。これはさ、ね、もう場所さえ、うん、210、うん、急がなきゃ。なるほど、爆発寸前だ。被害は回避。右の方のやつに行きたいけど、そっちから行く。そっちから行って飛んで、もう一回。
ここで飛んで、ジップで飛んで、もうちょっと引っかかったけど、いけたかな、これで、でかい、後ろ向いちゃいたいけど。違うことやって。なんで遠いんだ。割と近くまで行かないと撃てないんだ。あー危ない、これ。あと一つ、はい。でもう一個右ですよ。あと何百メートルかな、100。プー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 、200メートルで、すごい飛んで、飛んで、そこのビルの屋根にうまくトーン、とっとっと、体動いてる、すごい体動いてる、大木さんの体がすごい動いてる。よし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 。よし、まずまずかな。引く。スコア引く。できた。もうちょっと深夜にちょっと疲れてんじゃない。リトライリトライリトライ、これはリトライだよ。バツで飛ぶんじゃない、やっぱポイントジップじゃないですか。バツでしょ。いや、バツではそれじゃないよ、これを解除しなきゃまずいことになる。 L2R1 L2R2? そうそう、それそれだから、いや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 、そうそういうこと、そういうこと、それでポーって飛んで、いやいやいや、もう一回やってっていう、いやいやいや、そう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 、結局さ、どこよ。遠いのよ。遠いね。あの、割と近くまで行かないと L1R1 押せないようになってるから。あっち。で、ヘリに向かってちゃんとポイントジップでうまくいくと、ビルの上に一気に行けるから、これじゃないかなとは思ってるんですけど。どこですか？トントントン。何してんの？それかな。あ、今なんで飛んじゃった、バツ押しちゃった。飛んじゃうのよ。いや、今バツ押さなければ飛ばないのよ。押しちゃうのよ。よっしゃーだ。じゃあ、じゃあしょうがねえ、じゃあしょうがねえ、押しちゃうの、押しちゃうならしょうがないわな。うん、急いで。そこで、そこで、そうそう、急い、そーい、どう、まあまあ、さっきより点数が低い。最高男にバカにされそう。なんでさっきより点数低いやんか。キーなんでだよ、なんでさっきより低くなんねん。おかしいな。押してんのよ、押してんのよ。押しちゃうのよ、押しちゃうんだよ。なんでだろうね。おかしいですね。で、力入るとギターがビーンギターしね。あ、そうそうそう、あ、面白い。すぐに爆弾を解除した。面白いならいいんだけどさ。いや、面白いよ、見てる人的には面白いならいい。全然面白いですから。面白いならいい、はい、どうぞ。さすがにみんな 寝てしまっているけど、だいぶとはいえまだ2000人ぐらいがおじさんのこれを見てますから。すごいね、この時間でね。現状なの、そうでしょうね。よーし、なんでギターをやるんだよ。もう出しちゃえばいいんだよ。出しちゃ、使えなくなるから、ね、今の、今のだ、今の、今のいいよ、今のいいよ、今の、今の、そうそうそう、そういそういそう、もう一回そこで、そこで、もうそこでバースト押さなきゃいいんだけど。いや、はい、もう一回。最後の人はどこだ。よいしょ、そう、そう、それそれそれ、そうそう、ヘリに、で、もう一回、もう一回そこジャンプ、そこでバツを押さないで、それで、いいんじゃん、いいじゃん、じゃん、ジョー、よいしゃー、シャッシャッシャー、1万4000ってどうやって飛んの。すげえ速さで行かないと無理じゃん。よし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 、アルティメットスキルが必要なの、スキルが。アルティメットって他だって、あ、ちっつうかよく考えたらレベルがね、2、3個上がってんのよ。お、だから多分ね、スキルが結構アンロックできる気がする。先にスキルいく。5個もあるもん、ポイント。上げ放題だ、上げ放題ですよ。どうやったっけ、ん、どれが。ライフが半分以下の時に攻撃するとフォーカス増加が早まる、これいい。まあ、結構半分以下になるんでしょ。あ、そのウェブスリンガー そのジャンプのやつは何かあります？逆に大きくジャンプする。あ、それは R2 プラス、それは今は関係ねえかな。難しい。空中で三角をホールドすると敵を上方に引き寄せて空中で難しい。あ、ジャンプしてて打ち上げなくても空中にグッて持ってこれるから、うん、そのまま空中コンボに行けますよ、やつ、うん、入れたエアプル、プル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 って、スイングキックでシールド、ああ俺これ好きですけどね、これいいね、スイングキック、キックが割と、はい、つけてみました。下はエアランチャーで近くにいる敵をノックバックし、あ、再使用までの時間も短くなる。はい、
あの打ち上げあるんじゃないですか、はいはいはい、あれに衝撃波がバーンってなって、あ、いいじゃん、近くにいるやつも吹っ飛んでくれるから安全に打ち上げられる、打ち上げられる。もう最近ちょっとね、やらんちゃ辛いんですよ、うん、何が寄ってくるやってる間に寄ってくるから、俺年なんでみたいな言い方やめてもらっていいですか。寄ってくるんですよ、うん、本当に。オッケーオッケー、はい、あとは、うん、スーツ、あースーツね、あまた増えてる、また増えてる、うん、何これ、チタン合金プレート、うーわ、スパイダーアーマーマーク3スーツ、何これ、動的な反撃上をスマートメタルで結晶化して銃弾を撃った相手に跳ね返す。わあ、すごい。もうなんかよくわからんがすごいね。要するに弾撃たれても跳ね返しちゃう。発動してる最中は弾全部跳ね返すから。うわ、うん、これが欲しかったけど足りません。チャレンジ1個足んないのか。さっきのところでシルバー取れてればいけてたんだけどね。チャレンジ、あ、そうね、チャレンジと拠点1個ずつ壊せばいけるから結構大変、うん、そうだね。結構大変。それはだからあれだね、あの放送前の、あの30分の時にチャレンジちょっとやっといて、チャレンジ1個やって、うん、拠点1個倒して、拠点1個倒してとかね、拠点、うん、そうね、拠点供給時間かかっちゃうけどね、若干、うん、それロックいいの、ロックのままでいいの。ずっと、うん、なんでロックにしてんだろうね、うん、それ分かんない、それが分かんないよね、うん、俺はロックだったらウェブブロッサムと散々言ってんだけどね、いつの間にかロックになってたんですよ、うん、ずっとロックなんですよ、うん、変えちゃってたんですよね、うん、あ、アイアンマンっぽかったね、確かにね、うんうん、あ、でもだいぶスーツ改造増えてるから、本当だ、結構後半、今中盤超えてますよ、いいねいいね、うん、そのスーツだけ取って終わる、あ、このか、まあメインに行かないで、うん、チャレンジ1個と拠点1個潰して、うんうん、そのスーツを取って今日終わりっていうのもあり、あ、ちょうどいいね、そうする、うん、そうしよう、じゃあそうしようか、目標ができた、できた、じゃあ、マップ見て、と、うん、チャレンジと、うん、サブクエが一瞬見えたな、チャレンジと、あ、ここにはないかな、一応、あ、はい、南か、あ、ちょうど南にそれとそれがあるな、行くか、うん、あ、南に向かって、あのさ、三角マークってやっぱ何なのかな、あれ入れるってだっけ、いつでも入れるのマークこれ、ファストトラベルでいいんじゃん、じゃあったら右、下下下下下下、あそこに飛べる、ここだ、うん、警察署に飛べる、そしたらすぐだよ、はい、うん、ファストトラベリまーす、さあ、どうやって移動するのかな、そうか、この間、なんか、あっ、めっちゃスマホいじってる、スパイダーマンって書いてあるもんね、お、スパイダーマンだ、つって、あれ、こいつ、hey, we don't need you here right now, right?英語喋ったぞ。え、めっちゃ光ってる。あ、それあれですよ。今あの目的地を自分でマップに、あ、そういうことつけちゃったから。全部隊、自動車事故で市民が車内に閉じ込められているとのことです。マップ。コーリアーズフック付近に応援。あそこ。あ、それをね、一回ね、多分ね、それ何でつけたそれ。あれ？あ、今取れたかな？取れた。うん。どうぞ。どうぞ。あ、あった。そこのビルの向こう側だな。あった。だ、ああ、いい、あれだ。博士だ。パーカー、お礼を言わせてくれ。君のおかげで研究は大きな前進を遂げた。今すぐこれを君に見せてあげたいよ。だが、いつの世もビジョンを持つ者の前には必ず狡猾な連中が立ちはだかるようだ。だが約束しよう。ちょっと性格悪いぜ。あと少しだ。ちょっとやっぱり闇落ちしてたんですよね、明らかにね、思いが狡猾な連中か、なんか嫌な感じ、犯罪もあるね、様子を見に行こう、キリがねえな、犯罪もある、まあ、チャレンジ行きますか、じゃあどっちもいいですよ、チャレンジ1年生、チャレンジ1年生、あの犯罪トークも実際必要なんですよ、うん、ガジェットをやっぱ鍛えないといけない、あっという間になくなっちゃうからね、いいですよ、犯罪も、お、あった、あった、あった、あ、これはドローンチャレンジ、これさっきのおじさん苦手なやつ、チェックポイントを通過しながらドローンを捕まえる、はい、いクリアさえすれば1個手に入るから、そしたら6個になるんで、一応最悪クリアすればいいっす、よし、うん、最悪ね、最悪ね、できればそう全部取ってってボーナスで全部取らなきゃいけないの、全部は取らなくてもしかしたらいいかもしれない、これはそうで、よいしょ、ナイス、それでよいしょ、うん、いいよ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 、ここで、ああ、うん、いや、行くぐらい行くぐらい行くぐらい、はい、どこだ、どこ
こ行った左だ。あっちだ。あおいおい、これどうなってんの。本気で行くよ。なんとじゃあ本気出しました。本気出しましたね。こっから本気ですね。こっから本気ですね。遠い遠い遠い。はいはいはい、遠いよ。こっから本気ですけど、本気ですね、クリアしないともらえないからね。あっ、来た来た。ここです、ここです。そこです、そこです。そこで左です。どこ左です。そこの、そこそこ。どこ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 。オッケーやりました。あいつはムカつくけどやっぱまあ惜しい。さっき1個逃したやつか。すげえ悔しいけど、まあ一応これでゲッチ、これであと拠点を壊せば、うん、あのスーツアンロックできる。よし拠点に行こう、うん、行こう。こんな端っこまで来て割と飛んだね。南かな、ね、それはあっ、あれ、え、捕まった。なんで思い出した。ハロウィーンでうちにお菓子もらいに来てなかった。私の名はタスクマスターが出てきた。出てきたんだけど、え、戦うの急に戦うの。なんで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 、なんで、あ、全部切られてる。タスクマスターは近接攻撃をブロックする。投げられるオブジェクトや回避からのカウンター攻撃で弱らせよう。うめえな、待ってよ。タスクマスターのあれをやってチャレン、あ、そういうことね。チャレンジをやってたから、出てきたんだ。なるほど、ウェブブロッサムはダメだ。これはなんだろうな。これこそさっきの4倍パンチが欲しいんだけどな。まあ普通にあれじゃない、バトルフォーカスいいんじゃないですか。さっき使っちゃったからどっちみちすぐ使えないけど。すか、うん、フォローでこいとこがいい。じゃあ多分絶対無理だと思うけど。ラスベガスで仕事探せる。どうして全部ブロックできるわけ。物投げるしかないね。貴様の動きは見えている。で三角で、あ、三角で近づいて、そうそう、ひるんでる間にドロン普通に物を投げていくしかないかも。一旦ハイシクさんカウンターだね、うん、ってうん、それエネルギーソード。僕を羨ましがらせて殺そうって魂胆。うおぉセリフ取ったな。ここで使うんだな。あ、回復からのこれで後ろ取ったから殴る殴る殴る。あ、ナイスナイスナイス。あ、いいよいいよ。おいいよいいよ。あ、ダメだ。やられてる。サマーソルキック。あいって。おどこ。何よ、敵にもあんなフェイトル入んのかよ。どこ行った、あ、フォローデコイ使ったからそっちに敵が今引きつけられてるんですか。引きつけられたにしてもどこに。そこの向こう側にいない。おー、あー、どこ行った。あー、できた。あー、黙っ。ブナイくん。さっさっさっ。消えるんだこいつ。うん、忍者だ。タスクマスターだ。あ、いない人、それだ。落ちろカトンボ。あ、倒した。落ちろカトンボ。何のことか。あー、うまい。正面からいくか。危ない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 。多分ダメでしょうね。ダメですね。うん、これはショックブラスは効くかな。あぶねえ。うわ、ナイスね。あ、そっか、あれを取ってるからか。あの回避した時に入って。危ない。これを回避して後ろから殴る。危ない。もっと早く動けないのか。あーな、切られた切られた。やばい、唐突に現れた。これは今のおじさん結構きついんじゃない。これこの人も普通の人間なの。え、そうなの。普通に何、剣術。え、ギターがあれば対抗できた。本当絶対違うだろそれ。あ、いなくなった。失望したよ。失望された。貴様がその程度だったとは。ダメなんだ。殺したいの雇いたいのどっち。怒ってる。それはまだ決めていない。その前に新たな試練に挑んでもらおう、うん、命がかかったつもりで訓練しろ。なるほど。あながち嘘ではない。なるほど。なるほど、そういうことですか。あ、試されてるんです。試されてますね、うん、拠点発見しました。あ、あれですね。なるほどね。いいんですよ、タスクマスターに認めてもらおうと思ってプレイしたわけじゃないんです。ちょっとあの
怒ってたもんね。言っちゃうんだそれ。みんな、あせめてさ、ウェブストライク一発使ってからしてよ。あれ？あ、でも、あ、でも気づかれてない。おやすみ。これはもう、今タスクマスターと戦った男ですから、余裕でしょ。それで OK。はい。で、中に入ってます。仲間外れにしたらかわいそうだし。上？え、あ、いや、今ヤッホー、こっちだよ。なんか使っちゃってんな。このデッカはどこ行った？地獄からの使者。いやいやいや、あの、それ扉のとこじゃない。どうした、どうした、どうした。あ、ほらほら、あったあったあった。扉じゃねえ、床でした。はい、来ました。降りるよ。降りましょう。なんか止まりたいときに L2、R2 を一緒に押せば、うん、大体どっかのヘリにくっつくので、そうそう、わかるよ。MJ、2番目の場所に来たよ。デーモンたち普通に仮面つけたまま歩き回ってるんだけど、スタッフミーティングで混乱しないのかな。そっちが邪魔してる間、やつらがそこで何してるか調べておく。スナイパーを先に倒したいですね。あれでしょ、うん、向こうの張りに行きたい。おお、これで見た見た、あ、見つかってる。いや、あー、見つかった。これはね、もうどっかに隠れればいけると思う。どっかに隠れれば。絶不留情。やぼろ超演習。あ、ダメだ、できちゃった。あ、でもでもここ、あー、見なっちゃった。あ、これゲイジ。あんだけガチャガチャしてんの。そんなガチャガチャするゲームじゃないんだけどな。ガチャガチャするよ。あ、隠れられんじゃない、そこだったら、うん、その奥まで行っちゃえば多分隠れられる。死ね。そこで、そこでスッて待ってればいい。この辺じゃ、うん、してる。あ、すっげえ、めっちゃいい。あれはあれはブロッサムタイムですけど。35回コンボか、結構きついな。あ、でも一回見失って、どっから残ってるんだ。多分向こう側にまだいるんで、あ、あそこ行かない。はい、二人になる。俺たちも殺すっていう見つかる。これで、あ、音楽が消えたら大丈夫。そうそうそう。マジ、あ、あ、これでいけんじゃない？めっちゃいるよ。これすっげーいんな。めっちゃいますよ。これ多分エレクトロチャンスですね。下にもし降りたとしたら。あの、すげえビリビリするから、みんなが近くにいるから。うん、でもステルスフィニッシュを3回決めたいからね。あと1回だから、どうにか。多分右のやつの方がいいと思いますよ。2人しかいなかったし。で、そこで端っこにまずヘリに行って。いや、見つかってるとダメでしょ。え、これ大丈夫なはずですよ。あれ、これで1回ヘリに行ってみてもらっていいですか。そしたら出ない。あ、いや、まず多分、ね、あれ出ない。警戒されてる。あれ、まだ見つかってんのか、うん、近すぎ。拠点で見つかったらダメだっけ。あれ、おかしいな。あそこに行けよ。あそこだったらいけるか。拠点で見つかったらダメ。あれ、俺一回リセットした気がしたんだけどな。した記憶はありますけどね。あ、見つかってるの。来てるの。あ、これは見つかってる気がする。あ、これ見つかってんな。あれ、ダメなんだっけ。めっちゃ見てんな。めっちゃ見つかってる。拠点では一度見つかるとアウトだって。ならば、ああ。そうだね。いってらっしゃい。まずは行かない。直接解放。あ、多分ね、上の階にいたからそっち行っちゃったじゃん。なんで答え。これはブロッサムの方がいいんじゃないですか。ホロデコイス。当たってる。当たってますね。メッサー当たってますね。で、ダメージ受けたからスパイダードローンが回復してますね。さっき取ったあれで。なるほど、はい、回復してますね、うん、これさ、このままダメージ受け続ければドローン出し放題じゃない。いやいや、ダメージ受けてたら死んじゃうじゃない。死んじゃうけど、うん、これダメですね。普通に戦うしかないですよ。マジか、想定外だ。まあ、やっぱりちゃんと周り見なきゃいけなかったんだね。よいしょ、はい、じゃ
こう。これいないな。あれいないな。下の階行っちゃった。開いてる。あそこだ。登ったと思ったら瞬間に。あそこにどこ？そこ中ですよ。なんか多分部屋になってますよね。こっちから行こうじゃん。今一人走ってきてるよ。気づいてない。気づいてないのあいつ。それバカだからな。バカだな。これはどうしよう。痛い。無理ですね。あえバカだなあいつら。いない。いなくなったぞ。なんで？俺。あれこれスペースなんねえの？いないよ。みんなどこ行った？見ていた、あっちだ。あ、あれ下行ってんのか。あ、そこか。写真。はいはいはい。写真。何ですか？エレクトロでしょ。エレクトロでしょ。エレクトロですか？近いもんだって席が。あ、そうだ。あれ？あれ？ほらほら、ビリビリしてる。ビリビリしてる。ところでじゃない？いや、と席を止めてられるじゃない？されるけど、攻撃力はそんなです。あ、攻撃力はない、うん、てか、ホロデコイ地味に使ってんな。いつの間にか使ってるこれ、そういう、そういう武器じゃねえからまあまあ、まあ、うん、かく乱してます。かく乱してる。コンボ35だから、あとダメージを受けないで、あと6発敵用に攻撃を与えられるの。そしたらコンボが35までいやん？残念。コンボってそういうことなんだ、はい、コンボですからね。攻撃が当たんなければいいんだ、うん、敵の攻撃が当たんないままずっと攻撃を続けてられれば、うん、ウェブでもいいって言ってるよ。なるほど。なのでウェブシューターを連発っていうのもあり。死ぬな死ぬか危ねえな。あぶん、よしよし、うん、よしよし。次のウェーブかな。ウェーブ3、あ、2か。まだ2か。もう辛くなってきたいやいや、これこれクリアしたら今日終わりだから頑張って頑張って。もうちょっとね、つける場所に行きたい、それ一旦ね、行きたいね、うん、体力もないしね、行きたいね、うん、チョコブラスター。いやいや、うん、あんまり放置してても逃げまくってても、うん、コンボが途切れちゃうんだって。なるほど、うん、だからまあ適度なところで、はい、不発、不発、どこ一人ダメですね。くっつかなかったです。ただ巻き込まれた、ま、巻いただけですね今。お、来た。ミスシタロー、ミスシタロー、もうちょっとかな。君たち当然強いんだよね。さっきの奴らはつまんなくてさ。レブボム、これを巻き込んだ。いいね。ピーター、そこは表向き中華街で売ってるお土産の輸入会社みたい。バクトウェーブで、しかも思い出にしたくないようなもの輸入してそう。ドラッグ、デーモンだよ。輸送コンテナで仲間を連れてきてるんだ犯罪歴のある外国人はこうやって入国してるってわけか。弾数だけじゃなくてインパクトウェーブで吹っ飛ぶ距離が上がる、うん、だから壁に一発でこうやれる。よし、壁にうまいこと。ああ、くっついたかな。割とくっついてんな。ああ、下にいる。きた。写真ジュース、うん、うん、なんか怒ってる？何コンボ？確かにジョークはもうネタつきちゃったけど、同じジョーク言ってもいいんだよ。あれなんで切れない？あ、ほんとだ、あそこに。我が領隊ディーさん。あ、上から。怖え。あー、怖え。あー。切れた。うん、上のあいつを倒したらいいんだよね。危ない危ない危ない。危ないね。ちょっと落ち着いて。落ち着いて。トラップかけたけどさ、トラップかけたんですね。あ、そう、人が来たらね。ここでやすい。一回住んでる。なんで拠点の時に。来たよ、来たよ。違うところから来た、ね。来た来た。うん、飛ばす？しょ。おお、あ、思ったより強い。あ、で、あの時にウェブ、ウェブを、そうそうそう、つければ。そう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 。あ、やばい。思ったより強いの。
れが上にいっぱいになる。コンボをつなげてみて。あー切れちゃった思ったよりあれだな。どこ引っかかってんの。消えた消えた。危ない危ない危ない。センスが光ってるけど、これは危ない。今のは危なかった。これは危ないね。はい、もっと殴って、もっと殴って。多分やられてない。あー、まあいいや。また来た。バンドが4回目のアンコールする時の気分。もう帰りたい、もう帰りたい。もう嫌になってる、もう嫌になってる。今のおっさんの感情もう嫌になってるね。うん、もう帰りたい。もう帰りたい。そいつ、うわー怖い。うわー、なんとかいった。あー、危ねえ。うわ、食らった。死にそうじゃん。死にそうですね。あの、コンボ同行より、コンボ狙ってる場合じゃない。うん、やっぱ銃がね、このゲームの銃マジ強いよ。あ、ここで攻撃しちゃえば、あ、大丈夫。ここでマイトイ、あ、オッケーオッケーオッケー。ねえ、こっちだよ。ペンペン、マイクが本物。押し込め、押し込め。どうしよう。危ない。危ない。ヨイスナイスセンス。すげー遠いから撃ってんな。遠いわ。あの遠いやつを。なんか今爆弾投げてなかった？うん、なんか危ない。どこ行った？やったぜ。どうも。はい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 。あ、コンボ稼いでいく。どこだ？いた。おナイス。おナイス。ナイスセンス。フォーカスゲージフル。来い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 。いいよ。さあ遠慮しないで。ウェブならまだたっぷりあるから。いいよ。いい感じよ。危ないくん。うわ、今日避けてるくん。来い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 。危ないくん。よく避けた。用意センス、用意センス。あなた、あじあじあじ。よし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 うわあ、囲まれてます。囲まれている。こんな時はボム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 一回ボム一回ボム。危ねえ、それ危ないよ。思ったわよ。ボム。危ない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 。これ失敗したらきついな。ボボ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 ボ。それ投げたいね。あ、撃たれてる撃たれてるよ。撃たれてるよ。撃たれてるよ。どこ行った？どこ行った？大丈夫です。今ので合ってます。今で合った。そこ逃げた。一回逃げた。オッケーオッケー。だいぶ回復した。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 何？何してんの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 ？おきさんどこ見てんの？おきさんどこ見てんの？どこ見てんのよ。ちょっと。ドローンだドローンだ。ドローンだぞ。気をつけろ。だってホロデコイやめろってもうマジでねえ、ブロッサムしとけってマジで。ブロッサム？ブロッサムじゃないの？なんでデコイ使ってんて。何にもいらねえよ今デコ。せめて敵のいるとこで使うならいいんだけどさ。いやいや、惜しかった。あー、これもうやってんだ、もうやってんだこれ。あ、いないよ。どこ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 、もういないよ。そう、いた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 。そうそうそう。どっちあんだ。何押してんだよ。もうダメだこれ。もうダメだこれ。いけてるいけてる。どっち今。やった後ろに回り込んだから前に回り込んだって。なんだそれ。やったやったやった。うわー、倒した。あー、ヘイヘイヘイ。MJ、通報して。危ねえ危ねえ。デーモン、ノックアウト完了。危ねえ。お土産、持って帰ってきてね。そうね、全防止してるね。おぉ、拠点トーク2個ですよ。やりましたよ。あったやったやった。ひどい。ゲット。もう。ゲットゲット。足がもうめっちゃ痺れてる。正座して最後今ずっとやってたから。めっちゃ痺れ。よし、これでゲットじゃないですか。これでスーツアンロックだよ。よし。あれあれ。これ。どれ。ああ、来た。うお。絶大なダメージを。うわ。4倍ダメージ。これ。だから無駄打ちがないから敵と戦ってればとりあえず4倍ダメージ押しちゃっても4倍ダメージ。そう、最悪ね。うん。でスーツパ、ああかっこいい。やった。なんか、あ、やったやった。すげえアベンジャーズっぽい。あ、やった。疲れちゃって。なんかあげらん、足がしびれてんなこれ。ウェブ、
あれなんで上インパクトが結構ね俺はね上げるのおすすめだから上がってますよインパクト意外と上げてる上げてんのよ全然でしょ犯罪とほらノックバック距離が上がるんで一発でね当ててね壁にベッていってねくっつくのよおお青くなったな派手派手だね手ちょっとトカゲっぽくもなりましたねそうね、うん、鱗っぽいですね鱗っぽいね、うん、犯罪この辺で起きてない、うん、犯罪は起きてないかな犯罪あれ犯罪R さん押してみればない犯罪ない犯罪犯罪を求める弱んねえの犯罪インパクト犯罪をこう実行ね解決して、うん、強く追いつきましょうよそうだねみんな的に見てて沖津さんがにつけといた方がいいと思うやつは何、うん、やっぱりバトル4かな全部隊バスの乗客が人質に取られたとの通報ありマディソンに向かってくださいバスねえ正直に言ってデビルズブレスが解き放たれたら最悪どんな事態になるわけああほらパンデミックとか世紀末とかそんな感じ聞かなきゃよかったそれだけあフォーカスかブロッサム失敗したブロスタイハリーがオズコープでインターンしてた頃試作のウェブフリュイドを混ぜ合わせようとして失敗したオズコープはなんか縁がないんだよねおいプレイスキルって言ったやつ誰だああお前バンだしょうがなかろうよプレイスキルばかりはすごい優しい人がいるオキシさんのテンションが上がるものだったら何でも何でも、うん、それはそれでありがたいけどそれはそれでうんうんよしバスあ、まだ見つかってないから見つかってないからあこれあれださっきできなかったやつだから今のでステルスフィニッシュ4つ目いけたのでこれでウェブスローのやつをやれれば半数をついてウェブで5人の敵を他の敵に投げる固めてから投げる、はい、他の敵に投げるだから今の固めた敵が多い多いねこれ多いね敵がめちゃくちゃ多いねめちゃくちゃ多いうん確実に掴めるよあ、掴めるねぇさぁゲームの掴めるよ待って4倍ダメージ使えるよ倒したわじゃんあ、だったらあのセーターマンのスーツパワーを使えばあ、ウェブにウェブ使わなくてもまあ投げれるから危ない無理じゃない危なすぎるよこの人たち1個目ですよまだでそれ何大抵敵に向かって投げてね、うん、そうだあああとあと3回飛んできたああついちゃった危ない、うんそうね、はいはいでそれを投げたい敵に当てるおーあと2回あくっついたあくっついたあ終わっちゃったんじゃないほんとあいつは人質取るの好きだよねまあ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 しょうまあ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 もしここでもう一回同じ犯罪が起こったら、うん、あと2回投げれば OK だからまた同じとこで犯罪が起きるのかはいみんな狙う場所は一緒なんだ起きやすいなんかあるんですよね得意点みたいなものがね得意点うん空が光ってる鳩かあれはあもういっぱいやなえ回数リセットじゃなくないさっきさステルスフィニッシュ4回いっぺんに決めてなくないうん決めてない決めてないよね1回決めただけで4がついたのよアパートの申し込みした時は同棲するんだと思ってた、うんうん、その後別れたけど、うん、僕ってたまに空気読めないからなミッドタウンのやつをクリアしちゃったんだボタンをいやしたそういうことそうすると犯罪がリセットされるってことん見てるのとかよく分かりまへんかハトかねハトハトハトだねで合ってる俺言ってることハト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 どこあのえどこ
あれ？あれハトじゃないの？どれの奥に行ってる？あ、奥だ。あれはサブミッションだね。サイドミッションですね。ダメ。まあ始まっちゃうけどサイドミッション、ミッションが。ミッション。うん。スパイダーマン。事件よ起きろよ。事件起きないな。いっぱいあるな。オプションは成功したやつはそのままで失敗したやつは回数リセット。あれじゃあさっきなんで4回するフィニッシュってやつがついたんだ。1回え成功したから襲撃を受けている。達成してなくてもクリアするの成功2つの条件を。前にクリアしてた。なんか3番の4から始まったように見えたんだけど、それは本当は間違ったと思う。どっちだって一緒か。気を3人同時に感電させる。なるほど、じゃあエレクトロパンチですね。どれだどれだどれだ。ジェジュさんですか。下殴るか殴る敵が近いやつを殴る。そしたら感電するはずだ。そうそれ OK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 。で、あとはエアスローね。空中に浮かしてるやつを掴むやつ。それでこれ、ね、そうそうそう、あと2回これで投げちょっと死ぬ。激しいなあ、それ食らう。あぶねえ、よく言わされたね。激しいぞ。ロケットランチャーもおるからな。それで投げた、いい、はい、あと1回、あと1回どうぞ。さあ死ぬ。死んでしまう。危ない、ロケットランチャーに殺される。危ない。それで投げたい。あ、そっち。あ、でもそこからでも投げるの。そこから投げたい、そこから投げたい。あ、ダメだ、投げ方が分かんなくなった。もうダメだね、この時間の大きさも。あれどこだ。あそこにお前か。浮かして、お前か。あ、で、おしっぱい。うん、感謝の眼差しを向けてくれるだけで十分なのに。あ、うん、そうだね。待った、うん、なんか怒ってる。あれこれでじゃあ、うん、ガジェットを強くできる、うん、ああ、はいはいはい、ノックバック距離伸びた。ああ、いける。おお、きた。ああ、反対。うん、よしよしよし。これはいいですよ。今でも惜しかったですね。もうだいぶもう深夜だしね。やりましたね。やりましたから、これで終わりかな。いいじゃないですか。いいんじゃないですかって、2時20分ですよ、もうみんなもうダメだって言ってるもん。そうだ、もうね、小木さんの精度がね、だいぶ下がってきたので。そこ行くなって。マイケルズ博士は、はい、え、これってどうなんだ。ここでとりあえずセーブしてもらって、セーブ。今って始まってないよね。始まってないです。多分どこですか、うん、なんか一番上のやつに上、あ、まあそれでもいいや。一番下のやつに上書きでもいいけど。一番下、うん、一番古いやつに。そう、ほい、まあ始まってないよね、大丈夫だよ。始まってない、始まってない、うん、始まってない、ね、セーブ。これで終了して、うん、タイトル画面で、うん、もう一回ロードしてみる、ロードする画面に行けば、うん、何パーセントかが分かるので。 OK、 終了します、うん、はい、大丈夫だろうね。今のセーブしたか。大丈夫です。大丈夫だろうね。まあ最悪オートセーブしてるはずだから。本当だろうね。大丈夫大丈夫、うん、さあ何パーセントでしょう。54%、 54%入った。半分超えました。半分か。意外と遊んだ。あれ意外と。でもだってヴィラン全然出てきてないもん。そうなんだよね。リー先輩。リー先輩がネガティブになっただけで。なっただけで。あとショッカー。あ、まあタスクマスターは出てきたけど、あれメインミッションじゃないからね。ないもん、うん、だってあの休憩の時の PV に出てきたヴィランほとんど出てきてない。出てきてないんだよね。だから後半これからガーって出てくるんじゃねえかな。メインストーリーは結構進んでるんですか、うんうん、そうだよね、進んで。あの、このこのライノ、あれ偽ライノじゃねえか。そうね、うん、そうだよ。あ、パーセンテージはサブとか含めてなんだ。ほう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 。あ、じゃあメインストーリー自体は結構いってんだね。なるほど、うん、オッケー。だってメインストーリーって書いてあるじゃん。うん。はあ、おっさんの大きな字が違うよ、マナト君。ええー、本当だ。まったく。プンプン。はい。さ、うん、
おしまいです。はい、終わりましょう。明日仕事だからね、みんなね。仕事の人は頑張ってくださいね。うん、仕事の人は頑張ってください。はい。クリアした時に 87% とかだったって。あ、そうなんだ。あ、じゃああと 30% ぐらいだぜ。多分。したら割とメインはパッてクリア。で、あとはまあもしメインをねクリアしても DLC とかあるし。うん、そうだ。そう。第2弾もやれる限り。うん。第3弾もあるからね。おお。今月第2弾、来月、うん、第3弾かな。うん、分かんねえ。明日6時半起きだそうです。頑張って。うん、5時半起きです。今寝たら4時間寝れるよ。4時間寝たら大体大丈夫だから。4時間寝れる。2、3、4、5、6、6時半でしょ。6時半だったら4時間。うん、5時半の人は3時間。そうだね、3時間寝てもまあなんとか大丈夫。はい。うん、うんうんうん、です。はい、さようなら。早い早い。まあまあ結構いろいろ進んだんで。喋ってください。はい、また来週もこの調子で遊びます。この調子で。うん、あの来週はさすがに今日みたいに延長できるか分かりませんが、うん、はい、よろしく。おかしいな、1時ぐらいに終わるっつってたのな。そうですよね。最初2時って言っちゃったからね。ちょっとね、あのね、 PC エンジン話とかしましたけど、まあそれが別に10分15分だからね。って考えると、ね、やっぱりゲームの時間結構あれでしたね。うんうん、いっぱい遊んだ。はい、告知はもうしましたよ。告知はね、したんです、途中で。はい。はい、なので、また来週という感じです。そうですね。うん。頑張りましょう。はい。11月も、うん、もう8日です。はい。もう発売してから2ヶ月経ってますからね、このゲーム。9月発売。9月7日発売ですから。ね、うん、10、11となりましたから。うん、はい、うん。いいんですよ、寝落ちしてもいいんですよ。はい。ね、です。いつでも見られますから。そう、アーカイブで見れますから。はい、はい、よし、はい、NGC あらわ、あらわ、明日はってこと。明日の NGC はコナンアウトキャスト生放送です。3時間ぐらいやります。いつかね、ああいう系を大吉さんともやってみたいですけどね。お、どうなるか全然読めないけど。全然わかんないです。クラフターじゃないですか、大吉さん。全然クラフターじゃないです。作ってるじゃないですか。適当なのを適当に作るのが好きで。なるほどね。ちま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 やるのは僕は正直。あ、似合う。おきさんが2人で終わりましょう。それでは皆さん、さようなら。おやすみなさい。またね。明日もお仕事を頑張ってね。来週も早く始めるよ。チューン。おやすみなさい。もしかしてもしかしない。